今日はありがとう。久しぶりに娘のあなたに会えて嬉しかったわ。無駄な時間だった。ママに会わないでバイトすればよかった。たったの1時間しか会ってないでしょ。その時間で1000円稼げたのに。電車でわざわざ2時間もかけて会いに行ったのに。勝手に来たんじゃん。頼んでないし。そう、何悲しいアピール、ふっざ。あなたも大学生だから遊びたい年頃だし、何かと入り用よね。稼ぐのは必要かもしれないけど、お金より大事なものがあることは忘れないで。お金が一番大事だし、そんな考え方じゃ将来後悔するわよ。もっと大学生活楽しみなさい。楽しむ暇なんかない。私大学行かずにバイトしてるんだからね。きちんと授業に出なさい。生活もちゃんとして。なんなのよ偉そうに。さっきは言えなかったけど、あなた顔色も悪かったし、ガリガリになってたじゃない。ほっといてよ。ちゃんと食べてるの？睡眠は取れてる？うるさい。いつも忙しい忙しいって連絡もろくにくれないんだから。ママの相手してる暇ないだけ。電話ばっかりかけてこないでよ。だって LINE って打つの大変なんだもの。私アナログ派だし。もういい？バイト行くから。今から？もう夜じゃないの。ほっといてよクソババ。もうあなたも大人だから何も言わないけど、でも体だけは大事にしてね。はいはい。ママはあなたのことがこの世で一番大事なのよ。ナオが私を嫌いでもうざくても、私は心配で仕方がないの。ナオ、もうバイト行ったの？ママ、もう私無理だよ。え？もうお金送れないよ。バイト代も奨学金送るのも限界。もう3日もご飯食べてないんだよ。え？何を言っているの？どういうこと？お金が足りないの。どうして？毎月16万円送っているよね。そんなのあるわけないじゃん。2ヶ月で仕送りやめたのママでしょ。そんなわけない。パパに頼んで毎月送金してもらってるよ。パパが会社でミスしてクビになってもう仕送りできない、むしろ送ってって LINE してきたじゃん。私そんな LINE してないわ。パパも会社に行ってるし仕送りも止めてない。嘘だよ。履歴遡ってみて。去年の夏頃だよ。変ね。去年のメッセージが何も残ってないわ。え？履歴消したりした？うん、消し方はわからないし、スマホ苦手なのよ。でも本当なんだよ。あなたは嘘をつく子じゃない。信じるわ。私も信じるよ。ママはあの LINE を送ってないんだね。誰かが私になりすまして LINE したってことよね。パパからは毎月お金送ったらありがとうって連絡が来るよ。パパは知ってるってこと？そもそもどの口座に送ってるの？パパ名義の口座。これもママが言ったんだよ。嘘でしょ？私何も聞いてない。っていうか最近あの人仕事が忙しいからってほとんど家に帰ってこないのよ。そうなの？最後に見たのは1週間前かしら。私には仕事がなくなった分家事を手伝ってママの負担を減らしてるって言ってたよ。たまに作ったご飯の画像も来るし。どんな画像？これうちじゃないわ。こんなラブリーなものを食べたことないもん。確かにキモいご飯だなって気になってた。でも一番の問題はあなたが送っているお金の行方ね。それとあなたへの仕送りの16万。ママが聞いてないってことは、私が毎月送ってる30万はまさか？30万円も送ってるの？だって給料ゼロだし、頼れるのは私だけってパパが言うから。奨学金にも手をつけちゃった。大学生の娘から30万円？信じられない。それに仕送りの16万円は一体どこに行ったの？パパに聞いてみるわ。うん。ママ、ひどいこと言ってごめんなさい。どうしてナオが謝るの？家族のために頑張ってくれてたのに。私こそ気づかなくてごめんなさい。母親として恥ずかしいわ。ママは悪くないよ。私が避けてないでちゃんと話せばよかったんだから。ナオ、
ありがとう。苦労かけちゃって本当にごめんね。お金はもう送らないでいいからね。バイトも今日は休みなさい。食べたいもの食べてゆっくり寝るのよ。うん、わかった。また連絡するね。私はユキコ。娘のナオは大学進学をきっかけに上京しています。入学してしばらく経つと娘からの連絡がぱったりなくなりました。あまりに心配で直接会いに行ったのですが、こんな衝撃の事実を知ることになるなんて思いもしませんでした。夫が知っていて、どうして私はこのことを知らなかったのでしょう。まさか。二日後。なおちゃん。ママ。ママだよ。今月の仕送りが送金されていなかったので、なおの部屋にあった通帳をもらいました。は？さっきあなたが留守の時にお家で見つけたの。奨学金って結構もらえるのね。蘭学行ってよかったね。ちょっと待って。それは私のお金だよ。なるべく奨学金には手をつけずにいたのに。でもまだ足りないの。パパが昨日会社でミスしちゃったから、あと50万円は欲しいわ。パパって会社クビになったんじゃなかった？え？ああ、違う。パパがバイト先で50万円の損害を出したんだったわ。バイト先？そうそう。バイト先のコンビニで。コンビニで50万円の損害って、一体何したの？ホットスナックを無断で食べちゃったらしいの。50万円分も。よほどお腹が空いてたのね。かわいそうに。かわいそうなのはパパの脳みそでしょ。やだな、おつてば、毒舌。それで、送金は？無理だよ。もうお金は送れない。どうしてよ、家族のピンチなのよ。無理なものは無理。そんな薄情な娘に育てた覚えはありません。娘からお金を取る親の方がよっぽど薄情でしょ。あんたなら簡単に稼げるからいいでしょ？どういう意味？若い娘なんだから、ちょっとおっさんといろいろやればすぐに大金が手に入るじゃない。は？ほら、パパ活っていうの？流行ってるんでしょ？あれやっちゃいなさいよ。娘にパパ活進める親がいるとは思わなかった。いやーね、ちょっとだけだって。あと50万円あれば平和な家庭が取り戻せるんだから、パパを救うと思って、ね。そんな人だとは思わなかったよ。もういい。あなたとは縁を切ります。やーだ、急にどうしたの？金輪際親子とは思いませんので。嘘でしょ？ママ、寂しい。キモい。もう連絡してこないで。あ、そうそう。実家のあなたの部屋にあった服とかアクセとか売っちゃった。は？大した金額にならなかったけど、まあないよりはマシね。そんな、ひどいよ。大切にしてた服とか、思い出のものとかたくさんあったのに。どんまい。押し入れの奥に隠している貯金箱の中身ももらいました。貯金箱って？あなた小学生の頃からいつか親孝行したいからってお年玉とかコツコツと貯めていたものね。結構入ってたわ。最低。なんとでも言いなさい。1時間後。パパ？どうした？ママが最低なの。私の奨学金の入った通帳を盗んだ。何？そんな。だからね、パパ。ママとは離婚した方がいいよ。ママと離婚したらパパ生きていけないよ。金がないんだ。今なら慰謝料たくさんもらえるから大丈夫だよ。どういうことだ？ママ浮気してるから。そうなのか？でかしたぞ。証拠はあるのか？浮気相手に作ってあげた料理の写真とか LINE のやりとりとか撮ってある。やっ、おー。だから、今すぐ離婚届を用意して。オッケー、用意した。早いね。いつか離婚したいと思って常に持っていたんだ。じゃあそれを家のリビングに置いてパパはすぐに外に出て。わかった。出た？出たぞ。ママ、もう大丈夫だよ、鍵閉めて。え？パパまんまと引っかかったね。どういうこと？ママ、離婚届はゲットした？うん、ちゃんと。
リビングにあったわ。やった、これでパパを追い払えるね。あ、待って待って、どういうことだ。バレてないとでも思ってるの？何が？あなたが私になりすましてメッセージを送っている、決定的な証拠をつかむためあえてスマホを放置しておいたの。まんまとかかってくれてありがとう。え？あなたはこうやってずっと私のふりして、なおから毎月30万円をせびって仕送りの16万円も自分のものにしてたのよね。何のことだろうか。私の奨学金の通帳や貯金箱のお金を盗んだのも全部パパだよね。違うぞ。だって貯金箱の存在はママには内緒にしてたの。ママに言ったら自分のために使いなさいって言われるからね。その通りよ。私はあなたと違って自分より娘が大事なの。いや、俺もそう思ってるぞ。それにナオの一人暮らしの部屋の合鍵はあなたしか持ってない。だから奨学金の通帳を盗めるのはあなただけなのよ。マジ？ママおっちょこちょいだから合鍵持たせるの不安で預けてなかったの。ピエール、そうやってすぐ無駄に顔文字とか使うのもパパの特徴。ママはマークとか絵文字を使わない派だよ。そうそう、私も言われるまで気づかなかったけどね。あ、そうだっけ？私のスマホで私のふりしてナオとやりとりしてたのよね。何のことだろう。まだとぼけるの？それに私の名前の漢字もちょいちょい間違ってる。今思えばママは間違えたことないんだよね。くそ、履歴消せばバレないと思ったのに。私はスマホは詳しくないし、家では放置気味だし、履歴が消せるなんてことも知らない。 LINE で成りすますことくらい簡単だったでしょうね。まあそれはそうだな。浮気相手のためにお金が欲しくてこんなことしたんでしょ。なんで知ってるんだ。俺のスマホ見たのか。ママがスマホ詳しくないからってパスワードもしてなかったでしょ。浮気の証拠簡単に手に入ったよ。スクショして私のスマホに転送したわ。スクショとか転送とかママもすっかり慣れたね。離婚届も手に入ったし、さ、区役所に出してきましょう。待て待て、せめて慰謝料はくれ。慰謝料の意味分かってる？浮気していたのは私じゃなくてあなたなので、きっちり支払ってね。え、だって俺は離婚を言い出された被害者じゃないか。あなたが浮気したのが原因で離婚ってことになったのよ。あなたは加害者。そんな嘘だろ。ああ、ごめん、許してくれ。魔が差しただけなんだよ。許すはずないでしょ。浮気だけでもありえないのに、娘から金銭巻き上げるようなやつ。だって、なおも最近パパに構ってくれなくなってて、寂しかったんだもん。許さない。もう二度と顔も見たくないわ。ナオと違って俺にメロメロで甘えてきてくれる可愛い部下だったんだもん。キモい。てかまた名前間違ってるし。ああ、そうそう、あなたの会社に浮気の証拠写真を提出してきました。はい、会社は関係ないだろ。いや、大割りでしょ。直属の部下と浮気したんだから。証拠は全部あなたの上司に報告しといたわ。慰謝料払えなくなるのは困るけど、ちゃんと罰は受けなきゃね。恥ずかすぎる。じゃあパパ、あ、間違った。赤の他人のおっさん、バイバーイ。赤の他人のジジイ、バイバーイ。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。え、お、本気で許してくれないの？あー、ごめんなさい。後日談。その後、夫は部下との浮気はもちろん、娘の奨学金を盗んだことまでも社内で噂になり、居づらくなって辞めたそうです。私は弁護士を雇って、奈緒が出した月30万かける6ヶ月、私が出した月16万かける6ヶ月を夫に全額返金請求しています。奈緒の私物と貯金箱についてもです。たとえ裁判になってでも、必ず取り返します。もちろん浮気の慰謝料も請求してますよ。あ、浮気相手の女性にもきっちり慰謝料を請求しました。夫はなんとか再就職先を見つけたものの、かなりのブラック企業なのだとか。慰謝料返済のため辞めるわけにもいかず必死で働いていると風の便りで聞きました。
私は今回の事件ですっかりスマホに慣れたので、今は娘と毎日 LINE でやり取りしてます。兄の、自分の夫の葬式だっていうのにどこで何してるんですか？何かあったのかと思って家まで行ったら、ゆいちゃんがたった一人でいましたよ。しかもボロボロの姿で。もう何日も何も食べてない様子でした。4歳の娘をほったらかしにして何してるんですか？その気の抜けた返事、いい加減やめてください。ごめんね、私もいろいろと事情があって。なら聞かせてください。兄の葬儀を無断欠席して娘をこんな目に遭わせる事情とやらを。それには少し順を追って話す必要がある。どうぞ、もう葬儀は終わってますので。高弘が亡くなったのは本当に残念だった。まさか通勤途中で階段から転げ落ちるなんて。あの日は大雨が降っていました。きっと足を滑らせたんでしょう。公園の近くの階段だったわ。通い慣れた道のはずだったのに。私も未だに受け止められません。どうして高弘が？私が代わりに死ねばよかったんだわ。落ち着いてください。それより事情を。ごめん、高弘が亡くなってすぐだったかな。知らない男の人から電話がかかってきたのよ。おい、こらって怒鳴りつけるような口調で。え？どうやらあの人、危ない連中と賭け麻雀をしていたらしくてね。そのツケが1億円近くあるらしいの。あの真面目な兄がギャンブルをしていたなんて一度も聞いたことありませんが。それで私今拉致されてるんだ。はい？旦那の生命保険だけじゃ全然足りねえ。あとはお前が体を使って払えって脅されてるの。いつ家に帰れるかもわからない。それならすぐに警察を。やめて。え？通報なんてしたらこのこわもての男たちに何されるかわからない。でもとにかく葬儀に出れなかったのそういうことなの。結果的にユイのことも置き去りにしてしまった。あのお姉さん。何？それって本当ですか？どういう意味を？実はユイちゃんを保護した時妙なことを言ってたんです。パパが死んじゃったから私はママに捨てられたの。かわいそうに、私が急にいなくなったからそう思っちゃったのね。おばちゃんのところで暮らせ、そう言われたとも言ってました。おばちゃんって私のことですよね。ゆいちゃんにそう言ったんですか？よく覚えてない。でも拉致される瞬間とっさにそんなこと言ったかも。ゆいちゃんは何日も一人だったようです。私を見るなり助けてって抱きついてきたくらいですから。私もあなたに連絡したかったんだけど、スマホすら持たせてもらえなかったの。今は見張られながらどうにか LINE だけできてる。そうですか。こわもての男たちがいやらしい目で私を見てるわ。妊娠しちゃう。はい？ごめんなさい、あまりの恐怖で頭がおかしくなってて。それで一体どうするんですか？何が？いや、ですから身柄を拘束されてることやゆいちゃんのことですよ。よくわからない借金を本当に返すんですか？だってそうするしかないじゃない。ひとまずユイはあなたが育てて。は？確かあなたは専業主婦だったよね。そうですけど。子供は？いません。それならお願い、子育ての練習だと思って。急にそんなこと言われても。私はこれから返済地獄なの。子育てなんてとてもできない。まさか断ったりしないよね。ですからまずはその借金の真偽を確かめた方が。お願い、何も考えずに分かったと言って。じゃなきゃ私ユイが心配で頭が変になる。それならひとまずは預かります。ありがとう。急に軽くなりましたね。状況は何も変わってないというのに。だから頭がおかしくなってるんだって。もう LINE は終わりにしろって言われた。ちょっと待ってください。なんかゆえちゃんが気になること言ってるんですけど。お姉さん。ダメだ、既読がつかない。翌日。いきなりびっくりするじゃない、急に家に来るなんて。こちらこそ驚きました。まさかご在宅だとは。いつ解放されたんですか？
ついさっきよ。それなら一言連絡くれればいいのに。今しようと思ってたの。それでなぜ家に入れてくれないんですか。ゆいちゃんと一緒に荷物を取りに来たんですけど。だからそれは。それともやっぱりゆいちゃんを置いていきましょうか。愛する娘とは一緒にいたいですよね。それは無理って言ったでしょ。返済返済でとても子育てなんてできる状況じゃないの。それなら玄関のチェーンを外してください。鍵はゆいちゃんが持ってますが、これじゃ入れないので。今日は帰って。なんでですか。ひょっとして一緒にいる男性が原因とか。え、中から声が聞こえますので。これはその、そうなのよ、私を拉致った男の一人が今一緒に来てるの。金目のものを物色しにね。なるほど。じゃあ警察に通報を。それは大丈夫。とにかくあなたたちを危険にさらすわけにはいかないから、今日は帰って。何が大丈夫なのかわかりませんが。それならわかりました。それじゃあ。そうだお姉さん。何？こないだ聞きそびれたんですけど、ゆいちゃんが気になることを言ってたんですよ。何を？ママはずっと笑ってたって。はあ？意味がわからないんだけど。おばちゃんのところで暮らせ、そうゆいちゃんに言ったんですよね、拉致される直前に。そうよ。おかしいな。ゆいちゃんが言うには、あなたはそれを笑いながら言ってたと言うんです。それも兄が亡くなった日に。知らない。それにあなたが誰かに連れ去られるところなんて見てないって。知らない。本当は拉致なんてされてないんじゃないですか。借金の話も真っ赤な嘘とか。知らない。困るとすぐ同じ返事連発しますよね。あの葬儀の日もそうだった。もう何なのよさっきから。あなたは単にゆいちゃんが邪魔なだけなのでは。兄と同じように。何を言ってるのよ。兄を殺したのはあなたですか。は？わけわかんないこと言わないで。すみません。実はあなたは浮気をしていて、保険金目的のために兄に手をかけたんじゃないか、そんな妄想が膨らんでしまって。ありえないですよね。当たり前でしょ。あれは事故なの。でも他にも気になることがあるんです。お姉さん LINE で私にこう言ってましたよね。高弘は通勤途中で階段から転げ落ちたって。それが何よ。まるで目の前で見たような言い方に聞こえます。私の気のせいかな。現場の状況的に階段から落ちた可能性が高いって警察の人も言ってたでしょ。そうですね。でもあくまで可能性です。なのにあなたは知ってるみたいに。もういい加減にして。人を殺人鬼扱いするとかキモいんだけど。失礼しました。証拠なんてどこにもないですもんね。そうよ、もう帰って。はい。ゆいちゃんの面倒は引き続きこちらで見ます。いいから行け。数週間後。いい加減にしなさいよ。え、ここ数週間あんたが私を嗅ぎ回ってることは分かってるんだから。あー、やっぱバレてたか。マジで何なのよ。まあバレてもいいと思ってやってたんだけどね。別に私プロの探偵じゃないし。いきなりタメ口か。それで何が目的？何かボロを出してくれないかと思って。何の？兄のこと。まだ私のこと人殺しだと思ってるんだ。呆れた。でも素人の私が調べたところで、あなたに恋人がいるってことくらいしかわからなかった。あっしょ。認めるんだ、浮気してたこと。何の話？達也とは高弘が死んでから付き合い始めたんだけど。達也って言うんだ。うん、超イケメンでしょ。あの時家の中にいたのもその男。どの時？私とゆいちゃんが荷物を取りに行った時。どうだろうね。とにかくこれ以上私のこと嗅ぎ回っても何も出てこないから。だと思う。あなたは私のことを相当警戒してるみたいだし。キモいんだよマジで。私と達也がラーメン屋に入った時なんか、隣のテーブルに座ってきやがって。あの時あなたたち一言も喋らなかったね。下手に会話しちゃうと兄のこと喋っちゃいそうだから。勝手に言ってろ妄想女。ところで借金は大丈夫なの？は？地獄の返済生活とか言ってた割に。
恋人と楽しくやってるみたいだから。保険金が入るのはまだだいぶ先のはずよね。いろいろあんのよ。やっぱり全部嘘だったとか。しつこい。もうブロックするわ。言っとくけど保険金なら入らないわよ。は？あんたは殺人罪で逮捕されるから。だから、いい加減にしろ！今証拠を持って警察署へ向かってる。え？あんたたちを嗅ぎ回ってたのが私だけだと思った。それとは別に探偵を雇ってたのよ。高いお金を払ってね。はぁ？私を警戒させれば脇が甘くなってボロを出すんじゃないかって。結果大成功だったわ。どういうことよ。先週の金曜日、のんべえって居酒屋に行ってたよね。例の達也って男と。覚えてない。あんたベロベロに酔ってたみたいだからね。知ってる？あの店の個室って隣同士だと結構会話が聞こえてくるみたいなのよ。壁が薄いらしくて。まさか？そう、あんたたちが酒に酔ってベラベラと喋ってる間、隣の部屋では私の雇った探偵が耳を澄ましてた。ボイスレコーダーを片手にね。嘘でしょ？それで私何を喋ってたの？証拠なんか出るわけないのに、あの女しつこすぎ。人一人殺すだけで5000万とかマジラッキー。大雨のおかげで後ろから近づくのも超簡単だったわ。他にも犯行の自白をペラペラと。マジ？保険金の受取人はあなたになってるし、浮気の事実だってある。その上自白までしちゃったらさすがに言い逃れはできない。ちょっと待って。何？話し合いましょう。一体何を？1000万。いや2000万あげる。だからその証拠は警察に届けないで。お断りします。悪い条件じゃないでしょ。どうせもう高博は帰ってこないわけだし。ふざけんなゴミクズ。今すぐあんたんところ行って締め殺してやろうか。え？人一人の命を奪っておいて一体どんな人生歩んできたらそんなことが言えるのよ。だってどんな気分だった？え？教えてよ。人を殺すってどんな気分なの？そんなの知らないわよ。突き落とす時の感触は？兄はどんな風に転げ落ちていったの？最後に兄とは目が合った？だから知らないってば。私の頭にあったのはお金のことだけ。このクズ。もういいわ。これ以上あんたと話してたら本当に殺してしまいそう。さっさと豚箱にぶち込んで終わりにする。そんな。そうだ、一つ教えて。兄の葬儀の日、あんたはどこで何してたの？それは。早く答えて。達也の家に入り浸ってた。ゆいちゃんをほったらかしにして。うん、葬儀のこともすっかり忘れてた。本当にクソね。でも意図的にゆいちゃんを放置してたのなら保護責任者遺棄罪も追加されるから。え？最低10年、いや15年の懲役は覚悟しなさい。この人殺し。そんなの無理、耐えられない。もうあなたの言葉は何も聞きたくない。わかった。2500万。いや3000万渡すから。こんなゴミが世の中にいるなんて。後日談。殺人罪及び保護責任者遺棄で逮捕され有罪となったゆり子。その行いは極めて悪質とされ、懲役25年の判決が言い渡されました。その長い刑期の中で彼女は一体何を思い考えるのでしょうか。別に反省してほしいとは思いません。そんなことをされても兄は帰ってきませんし、私も興味ありませんから。ただただ彼女が苦しい思いをしてくれればそれでいいです。兄の遺品整理も終わり、以前と変わらぬ日常が戻ってきました。ゆいちゃんに関しては私の両親が実家で面倒を見ることに。女の子ですが、笑った顔が兄にとてもそっくりです。もう出産予定日が過ぎたけど生まれたか？2週間も連絡ないし返事してくれ。出張で日本に帰れなくて悪いけど。奥様も子供も亡くなりました。え、誰？私は奥様の担当医です。奥様の LINE で失礼します。
実はちょうど連絡をしなくてはと思っていたところです。あの、何かあったんでしょうか。先ほど奥様が息を引き取られました。え、一体なぜ。それが突然のことで、お子さんもダメでした。そんな、生まれるの楽しみにしてたのに。手を尽くしたのですが、お気の毒です。ずっと健康で何の問題もないって言われてたのに、どうしてですか。出産では稀にこういうことがあるんです。原因はこれから調べるところですが、ご主人は心当たりありませんか。心当たりと言われても僕には分かりません。場合によっては警察へ知らせることになるかもしれません。警察ってなんでですか。ご主人は今海外ですよね。帰国のご予定は。それが今すぐ帰りたいのですが、デモが起きて空港が封鎖されているんです。だからいつ帰れるか今は分からなくて。そういう言い訳をされるんですね。言い訳なんかじゃありません。ニュースを見ていただければ空港が封鎖されていることは分かります。やっぱり警察へ連絡をすべきですかね。なんで警察なんですか。意味が分かりません。ですから、あなたにその原因があると思われてるからじゃないですか。僕に原因。分かってますよね。何のことですか。僕には何のことかさっぱり。あなたは奥様が妊婦なのにずっと辛い目に遭わせてきた。え？妊婦は十分な栄養を取らないとならないんですよ。それを怠った。さゆみは十分に栄養を取ってました。それに、つわり中にさゆみが食べたいといえば、僕は夜遅くにコンビニに買いに行ってあげたりもしたんです。本当にそうでしょうか。他にも彼女が怪我をするようにわざと重い荷物を運ばせたりもしていたんじゃないですか。そんなことしてません。一体何の根拠があってそんなこと言うんですか。腕に怪我をした跡があります。腕の傷は転んだ時って言ってました。それに彼女の手帳にずっとそれらの出来事が書き記されています。手帳。これで認めますね。知らない。手帳って何のことなんですか。奥様のご両親があまり大事にはしたくないと言っています。本当ならこういった時は警察に届けないとならないんです。そうだ、彼女のご両親は今どうしてるんですか。娘さんを亡くして打ちひしがれています。さゆみの両親はそこにいますよね。 LINE に出してください。これから葬儀の準備をしなくてはならないので忙しいんでしょうね。とてもショックを受けていますので、そっとしといてあげてください。そんな、さゆみも子供もダメだったなんて信じられない。いずれ弁護士から連絡が行きますから、それまでお待ちください。なんでこんなことに。もうすぐ僕はパパになるはずでした。それなのに突然の連絡に僕の頭は真っ白になりました。妻と子供が亡くなったことも、僕がその原因なのだという医師の言葉も。僕はまさき、32歳です。仕事上海外出張が多く、日本を離れることが多くあります。でも予定日には間に合うように会社も調整してくれていて、もっと早くに帰国できる予定でした。念のために妻のさゆみには実家に里帰りしてもらって出産に備えてもらい、子供に会える日を夫婦でとても楽しみにしていたのです。なのに2週間前にデモが起きて、突然空港が封鎖され、いつ帰国できるか目処が立たなくなりました。僕はさゆみが心配で何度も LINE を入れたのに返事がなく、やっと連絡が取れたと思ったらこんなことになっているとは。これが夢ならいいのに。でも日本に帰国できないままの僕にさらなる出来事が起こるのです。2日後。あなたに慰謝料請求をします。500万を支払いください。え、誰ですか。私は弁護士です。出産で奥さんも子供も亡くなったので慰謝料を出しましょう。慰謝料って何のことですか。それがさゆみさんのご両親の要望です。あの、ちょっと意味がわからないんですけど。つまりあなたの行動がさゆみさんとお子さんが亡くなるような結果となった。ですからそれに対する慰謝料です。わかりますか。僕の行動って。僕は何もしていません。ご両親が刑事事件にはしたくないと強く希望されています。お金さえ払ってくれれば示談にすると言っています。ですから僕が何をしたというんですか。説明してください。あなたは食費を渡さず、妊娠中の彼女が満足な食事を取れないようにした。他にも脚立に登って重い荷物を移動するように命令して怪我をさせた。そうですね。僕はそんなことしてない。証拠があるんだ。他にもありますよ。食事がまずいとゴミ箱に捨てた。掃除ができていないと雑巾を投げつけた。そんなの嘘だ。全て彼女の手帳に日付と時間入りで書かれていることです。何かの間違いだ。僕はそんなことしてない。さゆみさんはさぞ辛かったでしょうね。
相当ストレスが溜まっていたのでしょうね。妊娠中のストレスは一番体に悪いんです。あなたがさゆみさんを追い詰めたんです。なんでさゆみは手帳にそんなこと書いてたんだろう。真実を記しておくことできっと誰かに伝えたかったのでしょう。そんなの真実じゃない。さゆみはなんでこんなことを。とにかく500万の謝礼をしてください。ネットはつながっているんですから、海外からでも謝礼はできますよね。それはできますが、日本に戻ってからにしてもらえませんか。 LINE で言われてもまだ信じられなくて。待てません。ご両親はすぐに払うなら示談にすると言ってくれているんですよ。そうでなければ警察に届けます。でもいくらなんでも急すぎる。警察に届け出たらあなたは日本に戻れたとしても空港で捕まりますね。そんな、こんなの嘘だ。さゆみ、なんでなんだ。3日後。いつになったら500万を振り込むんです。警察に訴えますよ。はあ、いい加減にあなたがやったことを認めたらどうなんです。そう言われても。あなたの行動のせいで奥さんとお子さんは亡くなったんです。分かってますか。僕の何が悪かったんでしょうか。全てですよ。もっと奥さんに自由にお金を使わせてあげればよかったんです。それでそのお金で何がしたかったんでしょうね。お腹いっぱいご飯を食べたかったに決まってるじゃないですか。そうでしょうか。僕にはもっと違うことに使いたかったんじゃないかと思えて仕方ないんです。何を言っているんですか。それは多少は違うことにも使うでしょうけど、そのくらい許してあげてもいいでしょう。でも僕は高価なブランドバッグや服が必要だと思えなかった。ですが多少買っていても世間では普通ですよね。それくらい許してあげなさいよ。そうでしょうか。僕が出張中にクラブを遊び歩いて相手が誰かわからない子供ができることも許すべきなんですか。で、生まれた子が金髪で日本人の僕には全く似てなくてもですか。母子ともに亡くなったと LINE で嘘をついてきて僕に謝料を請求してきてもですか。うじゃねえ。もしかしてバレちゃった。とっくにバレたわ。お前は出産して今ピンピンしてるよな。まあね、出産大変だった。10時間も陣痛が続いたのよ。本当にあの世に行くかと思ったわ。へえ、それはそれは大変でしたね。生まれたらさ、今度はしょっちゅう泣いててミルクを要求されて全然寝ないのよ。もう寝不足だわ。育児って大変。で、どういうつもりだ。さ、まさきが日本に帰ってきてからゆっくり話すわよ。 LINE で話す内容じゃないよね。僕のところには LINE で医者だの弁護士だのから母子ともに亡くなった慰謝料として500万払えって来てたんだぞ。あと警察にも訴えるとも言われたな。へえ、そうなんだ。医者だの弁護士だのって名乗ってたのは全部お前だよな。ねえねえ、私の演技力ってすごいと思わない。まさき見事に騙されたもんね。確かに騙されかけたけどな。私女優になれるかもね。じゃあ日本に帰ってきたら連絡してね。バイバイ。おい、もう日本に帰ってきてるぞ。けぇ、だって空港が封鎖で飛行機が飛ばないって言ってたじゃない。昨日遅くに政府が特別機を出してくれたんだよ。なんだ、帰ってきてたのか。早く言ってよ。日本に帰れたんだ、よかったね。まさき、よかったねじゃないわ。お前の実家に行ってびっくりだわ。え、今実家にいるの。ご両親も一緒にいるぞ。お線香あげたいって言ったらご両親が何のことだか分からずパニックになってたぞ。親に余計なこと言わないでよ。で、お前は今どこにいんだ。今すぐ帰ってこい。やだよ、怒られるんでしょ。帰れるわけないじゃない。当たり前だ。生きてんのにあんな連絡よこして。しかも誰の子だ、あの子は。誰の子でしょう。は？クラブで遊んでた時にいろいろあって。でも子供も私も元気でよかったね。これからは2人で一緒にこの子育てようね。誰の子かわかんないのにか。今のところ戸籍上はまさきの子供。まさきは子供が生まれるのすっごく楽しみにしてたよね。パパになった気分はどうですか。楽しみにしてたよ。自分の子供ならな。黒髪で顔立ちが日本人ならまさきを騙せると思ってたんだけどな。残念。騙しきれないと思ってこんな茶番劇やったってことか。500万あれば当分の生活費にはなるかなって思ったんだもん。しかも僕がお前にまともに食事も与えなかっただと。それは本当じゃない。アイス買ってきてって頼んだのに買ってこなかった。それはお前が妊娠中に太りすぎて医者に注意された時だろ。あの時私はすっごくストレスだったんだからね。僕は今お前と LINE しててめちゃくちゃストレスだ。
お前今すぐ市役所行って離婚届取ってこい。え、離婚？やだよそんなの。なら僕が今すぐ取ってくるわ。離婚は決定。そんな、これからどうやって生活すればいいのよ。そんなこと自分で考えろ。じゃあ慰謝料と養育費として500万よろしくね。誰が払うか。ダメ？ケチ。あのな、お前のご両親なんかさっきからずーっと僕に頭下げっぱなしで土下座までしたんだぞ。申し訳ないと思わないのか？だって仕方ないじゃない。ちょっと遊んだだけなのにこんなことになっちゃったんだもん。でも子供には罪がないんだよ。子供には罪がないが、母親には罪が山ほどあるよな。お前が素直に謝るんなら赤の他人の子供のためにも我慢するつもりだったけど、謝る気もなさそうだな。謝る意味がわかんない。ならお前に慰謝料請求するわ。300万は請求できそうだな。え？マジ？ごめん、謝るから許してちょ。それと500万騙し取ろうとしたから詐欺で訴えられるよな。え？これから警察に被害届出しに行ってくるわ。その後離婚届ももらってくる。ごめんなさい、警察はやめてよ。そんな勘弁してよ。ちょっとした出来心だったんだから。ねえ、許してよまさき、お願いします。後日談。僕たちはさゆみのご両親の目の前で離婚届に判をしました。警察への被害届はご両親に懇願され、出すのを諦めました。その代わりさゆみはご両親から家を追い出され、縁を切られました。誰の子かわからない子供はさゆみのご両親が今後世話をしていくそうです。さゆみは僕が請求した慰謝料300万を返済するために住み込みでどこかに働いているそうです。かなり厳しい仕事の様子らしく、相当やつれてしまったとか。そして僕はもうすぐパパになります。友人の紹介で出会った女性と結婚しました。今度こそ自分の子供をこの手に抱ける日を楽しみにしています。あんたの結婚相手が決まったわ。さっさと荷造りして嫁ぐ準備をなさい。お母さん何言ってるの？結婚相手ってどういうこと？30歳にもなって結婚できずにいるから私が選んであげたのよ。それってリサが私の婚約者を奪ったからでしょ？妹に男を取られたくらいで何言ってるのよ。そんな遠い昔の話は忘れなさい。1ヶ月前の話なんですけど。そうだっけ？そもそも名前も顔も知らない人と突然夫婦になれなんておかしくない？相変わらずモナルのかけらもないね。親に向かってなんてこと言うのよ。事実じゃん。とにかくこれは決定事項なの。あんたに拒否権はないわ。断る。お相手にもそう伝えて。それは無理よ。今さら破談になんてできないわ。なんで？お金をもらったからよ。はい？絶対結婚させるっていう条件で1000万渡されたの。つまりお金に目がくらんで娘の私を売ったっていうことね。しかもあんたたちを離婚させないようにすれば老後の面倒まで見てくれるって言われたのよ。一体どういう経緯でそうなったわけ？お相手の父親とお父さんが古くからの知り合いらしいの。それで血まなこになって結婚相手を探してるって言うからあんたを勧めたのよ。その人もよく会ったこともない相手と結婚しようなんて思ったよね。絶対何か裏がある。裏とか表とか関係ないの。一応聞くけど、お相手の名前は？知ってること全部話して。名前は天童明人さん、33歳、高級タワマン1棟を所有する超がつくほどのお金持ち。次男坊で婿養子にするから実家に嫁ぐ必要もないわ。しかもお父さんはあの55会社の社長さんよ。へえ、そうなんだ。何がおかしいの？55会社といえば大企業よ。そうだね、私もいろいろ知ってる。だからなんで笑うのよ。だってそんなすごい人の息子と縁談話が進んでると思ったらつい笑いが止まらなくて。好条件すぎてそんな変なテンションになっちゃったのね。そういうことにしといて。でもさ、そんなに条件がいい人ならリサを勧めればよかったじゃん。結局私から奪った婚約者と3日も経たずに破局したんだし。私も初めはそう思ったんだけど、アキトさんの写真を見せたら悲鳴あげちゃってね。話なんて何一つ聞いてくれなかったの。悲鳴？真面目に聞きなさいよ。ごめんごめん。そういうわけだからあんたがアキトさんと結婚するのよ。あのさ、お母さんやお父さんは私を売ってまでそんなことして本当に後悔しないわけ？感謝こそすれど後悔なんてしないわ。そう、わかったよ。私も覚悟が決まった。それはよかったわ。その前に私から条件がある。何？私はアキトさんと一度も会ったことがない。もちろんご両親にも。だから？
両家の顔合わせを含めてみんなで家族旅行とかどう？私とアキトさんの新婚旅行も兼ねてさ。あら、それはいいわね。で、その条件なんだけど、婚姻届を出すのは旅行が終わった後、それと式はあげない。先方にはそう伝える。あと、生涯を共にするんだから、アキトさんが信用できる人かどうか旅行できちんと見極めたい。ご両親から聞いた話だけど、誠実で真面目な人だそうよ。心配ないわ。私は自分の目で確かめたいの。わかった。でも、もしアキトさんが夫にふさわしくない人だと判断したら、結婚はなしにする。ここ重要なところだから、ぶっとい赤マッキーでメモって冷蔵庫に貼っといて。いちいち注文が多いわね。リサに婚約者を奪われてから結婚に対して慎重なだけ。まあ、それもそうね。理解してくれてありがとう。じゃあ旅行は1週間後、詳しくはまた後日ね。私はあかり、30歳の会社員です。先ほどのやり取りをご覧の通り、私の両親は毒親というやつです。その両親に蝶よ花よと溺愛され育った10歳下の妹リサも性格に少々難あり。そんな家族に呆れ果て、私はこれまで距離を置いて生活していました。ところが、会ったこともない人と結婚しろと母から突然の LINE。 さっきはああ言いましたが、よく知りもしない人と夫婦になるつもりは一切ありません。お金に目がくらんで私を売った両親も、私の意思を無視して大金を積んでまで息子と結婚させようと企む相手のご両親にも腹が立ちます。そう、今回の縁談話には裏があるのです。それを知っている私は、この非常識な人たちに制裁を加えるため、ある作戦を思いつきました。そして練りに練ったその作戦をついに決行することにしたのです。1週間後、新婚旅行から一人で帰ったって聞いたけど、どうなってんの？大事な用ができちゃったのよ。両家の顔合わせも含めての旅行なのに何やってんのよ。旦那さんがかわいそうじゃない。突然いなくなってごめん。でも私どうしたらいいかわからなくなっちゃったの。突然泣き出して帰るとかありえない。旦那さんも非常識だって怒ってるよ。そうだよね。こんな情けない姉を持って恥ずかしいったらない。ひょっとしてマリッジブルー？そうかも。アキトさんと結婚するだって考えたらなんだか怖くなっちゃって。確かにあの顔で迫られたら怖いよね。想像しただけで体がブルブル震えてきた。この育児なし、いつまでもメソメソジメジメして。姉ちゃんはナメクジか。塩かけるぞ。いっそそうしてほしい。跡形もなく消えたい。お母さんもご両親も怒ってるし、アキトさんも姉ちゃんのこと待ってるよ。でも吐き気もする。しっかりしてよ。だいたい人を認めて判断するなんて最低。そうだよね。私が非常識だったかも。アキトさんは見た目はあんなでも心は優しいし、やっぱり戻る。そんな姉ちゃんに朗報。アキトさんは私が結婚することになったから。え？またまた姉ちゃんの婚約者を奪うみたいになってごめん。今お母さんから LINE が来た。その話本当みたいね。言っておくけど、初めに誘ってきたのはアキトさんだから。そっか。30歳のほうれい線お化けより20歳のピチピチガールの方がいいんだって。結局男性はみんなリサを選ぶんだね。姉ちゃんどんまい。そもそもジミコのくせにセレブの仲間入りしようなんてずうずうしいんだよ。でもいいの？悲鳴を上げるくらいアキトさんの見た目に抵抗があったんじゃないの？確かに彼の見た目はリアルシュレックだけど、お金があるから全然オッケー。そっか。まあ幸せになりなね。私はずっと遠くから応援してる。なんで一生の別れみたいに言うの？お母さんに絶縁されたの。私が逃げ出したばっかりにお前はもう他人だって。ウケる。婚約者は取られて親からは絶縁。30歳の独身女が一度に何もかも失うとか最高に笑えるんだけど。そうね。お母さんたちも私たちの結婚に大賛成だし、向こうの親もアキトさんと結婚してくれるなら全然オッケーってノリだったよ。まるで最初から私との縁談話はなかったみたいな話ね。そういうこと。だからこちらのことはご心配なく。分かった。私は実家に帰って少ない私物を整理する。もう帰ってくることもないしね。永遠に目の前に現れるな。そして一生負け犬っていうレッテルを貼られて孤独感に浸ってろ。さようなら。1週間後、
元婚約者の姉ちゃんに報告。アキトさんと入籍した。ねえ、今どんな気持ち？うわ、やっぱりこりゃどんまいって感じかな。え？悔しいとかそういう感情はない。でもあんなにショック受けてたじゃん。あんなの全部演技だし。は？そんなことより結婚おめでとう。でもあんな非常識人間のアキトさんと結婚なんかしたら地獄だろうね。天国の間違いじゃなくてなわけ。なんでそんなことが言えるのよ。私とアキトさんってね、意外な縁があったの。それで彼に関するいろんな噂をよく耳にしてたから結婚する気なんてさらさらなかったのよ。それって良くない噂ってこと？だから破談にしたの？理由はいろいろあるけど、一つ挙げるとしたらトイレでアキトさんがあなたといたからかな。それは誤解だよ。トイレの解除してほしいって頼まれただけだから。大の大人が解除？子供じゃないんだから一人でトイレできるでしょ。あれだよ、あれ。どれ？それだってば。答えになってない。あ、ズボン下ろしてあげたり、あっちの解除してあげたって意味か。なんで知ってるの？あんたたちがトイレに入っていくのが見えたの。覗いてたの？趣味悪すぎ。盛り上がってるあんたたちの声が外まで響いてたよ。おかげで録音しやすくて助かった。聞く？普通そこまでする？仕方ないじゃない。あなたたちが浮気してるっていう事実をつかみたかったんだもん。証拠出せって言われた時のためにね。証拠？何のために？アキトさんが婚約者の妹とそういう関係になるほど信用ならない人間だって証明するため。は？それが立証できれば私はあの人と結婚せずに済む。そういう約束をしていたの。ま、これにて制裁完了ね。さっきから何の話よ。全然意味がわからない。この結婚には裏があること、あんた知らないでしょ。裏って？絶対に離婚しないっていう条件でお母さんたちは1000万もらってる。だったらなんだっていうの？私はせっかく捕まえた超お金持ちと離婚なんてするつもりないから全然 OK だし。そうかな。何よ、まだ何か言いたいわけ？だってさ、そこまでして息子を婿養子にさせるなんて裏があるとか思わないわけ？考えたこともない。そう、いずれわかることだから教えてあげる。あの人ね、無類の女好きでただの犯罪者だよ。は？毎日違う女性をひっつれて365日発情しっぱなしらしい。私は広い心の持ち主だから多少の浮気は許す。何度も窃盗は繰り返すし、男も女も関係なく人を脅すのが趣味みたいなクズでも。でも刑務所に入ってたなんて一度も聞いてない。適当なこと言わないで。それはお父さんたちがトラブルが起きるたびにお金でもみ消してきたから。嘘？じゃあ本当に？にしても私の計画がここまでうまくいくとは思わなかった。どういう意味？お金持ちに目がないあんたと女好きのアキトさんなら必ずそういう関係になると思ってたってこと。そんなのわかんないじゃん。なんでそんなに自信があったのよ。だって前の婚約者を奪ったのも収入が良かったからって理由だったじゃん。結局もっと好条件の男見つけてさっさと振ったらしいけどね。そりゃ年収高い方が贅沢できるし当然だよ。でもあんたそこを振られたとか。うるさい。女を見る目がなかっただけだし。はいはい、まあアキトさんお金はあるみたいだしよかったね。冗談じゃない。お金があっても犯罪に手を染める人間なんか一緒にいられるわけない。離婚する？それは無理よ。お母さんたちお金もらってるんだから。だったら1000万返せばいい話よ。もう残ってないと思うけど。え？お母さんたち競馬で全額すったよ。脳内熱々熱帯のあんたたちはトイレで盛り上がってたから知らなかっただろうけど。え？お母さんたちが貯金持ってるわけないし1000万は使い果たした。離婚は諦めな。わかった。姉ちゃん、私だけが幸せになって妬んでるんでしょう。だからあることないこと嘘ついて私に離婚させようって魂胆ね。なんでそうなるのよ。だってさ、アキトさんのことも結婚話に裏があることもなんで姉ちゃんが知ってるわけ？てか意外な縁があったって何？私ね、合同会社の子会社で働いてたの。そうだったの？あんたもお母さんたちも私に無関心だから何も知らなかったでしょ。それがどう関係してるの？子会社にはアキトさんのお兄さんが勤めてる。全部その人から聞いた確かな話よ。ちなみにご両親がアキトさんを婿養子に出したのは問題児と絶縁するためなんだってさ。そんな、
知ってたらあんなリアルシュレックと結婚なんかしなかったのに。お金に目がくらんだ親にも、婚約者を奪うのが趣味みたいな妹にも、やっとその罰が与えられてすっきりした。もともとは姉ちゃんに来た縁談話だったんだよ。姉ちゃんが何とかしてよ。もう姉ちゃんって呼ばないで。私絶縁されてるから、もう家族じゃないし。じゃあどうしたらいいの？アキトさんと夫婦関係を貫くか、1000万貯めて離婚するか、二択じゃない？どっちも嫌。そうだ、姉ちゃんがアキトさんと再婚すればいいんじゃん。あ？もともとは姉ちゃんに来た縁談なんだから返すってこと。返品は受け付けておりません。じゃあ会社に乗り込んで騒ぎ立ててやる。そんなことしても無意味だよ。私もう会社辞めたから。アキトさんと破談になって恥ずかしいから辞めたってこと？違う、私ね、お金を貯めて世界一周旅行してみたいと思ってたの。そしてそのお金がやっと貯まった。姉ちゃん、お金あるの？そのお金でアキトさんと離婚するからちょうだい。やるわけないでしょ。それじゃフライトの時間だから。じゃあね。ちょっと姉ちゃん、かわいいかわいい妹を見せるの？ねえってば。後日談。その後リサが離婚だと騒ぎ立て、両家で激しい口論が行われたそうです。両親はアキトさんが誠実で真面目な人じゃないと知り、騙したなと主張。しかし向こうは条件付きで1000万を渡しただろうと反論。結局500万で実家を売却し、残りは闇金から借りて離婚が成立したとか。リサたちは崩れそうというボラアパートに引っ越し、借金返済のため朝から晩まで働く羽目になったそうです。おかげで両親はガリガリに、リサはストレス太りで以前の姿とはまるで別人になってしまったと聞いています。一方私はというと、長年苦しめられてきた非常識な家族と今回の出来事をきっかけに決別できました。今は長年の夢だった世界一周旅行を思い切り満喫できて最高に幸せです。私とお姉さんの子をトレードしよう。うん、いいよ。どのポケモンにする？違うわよ、私の娘のみかんとお姉さんの娘のココロちゃんを交換するって話。はあ、ひでも狂ったの？だってココロちゃんってみかんよりおとなしくて育てやすそうじゃない？他人の育児は楽に見えるけど、実際はいろいろと大変なことも多いよ。うちの子なんて夜泣きがひどくて寝不足で倒れそうなんだから。まだ生後4ヶ月だもん。心も全然寝てくれないから気持ちわかるわ。嘘よ、こないだ夜に電話かけた時全然泣き声聞こえなかった。あの時はたまたま機嫌が良かっただけよ。いつもはあの時間ギャン泣き。ふん、本当は楽してるくせに。でも私気づいちゃったんだ。何を？私とお姉さんって同じ日に同じ病院で出産したでしょ？そうね、本当すごい偶然だわ。だから助産師さんが取り違えたのよ。え？本当はココロちゃんが私の娘だったの。いやいや、どうしたらそんな考えになるのよ。実際に今までそういう事件があったらしいし。だとしてもありえないでしょ。そんなのわかんないじゃん。そうだけど、産院だって赤ちゃんの管理は徹底してるはずよ。私の娘がこんなわからず屋なわけないもん。まだ赤ちゃんなんだから言うこと聞いてくれないのは当然でしょ。絶対この子はお姉さんの子なの。そんなこと言ったらみかんちゃんがかわいそうじゃない？本当の親に育てられない方がかわいそうよ。いい加減にして。育児が辛いからって現実逃避するのはやめなさい。そりゃお姉さんはいいわよ。私の優秀な DHC が入った子を育てられるんだから。もしかして DNA？それだと化粧品メーカーになるわよ。どこが優秀なんだか。うち間違いよ。いいから私の娘を返して。わかったわ。そんなに心配なら子供たちの DNA 検査しましょう。ダメ、絶対。なんで？ももちゃんの優秀な遺伝子がどちらに入っているのかはっきりするわよ。お金の無駄よ。それでもあなたが納得して子育てできるなら必要経費だと思うわ。そんなことしなくても親子の絆でわかるもん。ココロちゃん見たとき親センサーがビビビってきたんだから。
そんな不確かなもので大事な子供を渡せるわけないでしょ。私が正しいの。それってシュート君も同じ意見なの？夫は何も知らないよ。絶対にないけど、もし娘を交換したとして、シュート君には何て言うつもりなの？え？別に何も。いきなり娘が変わってたら混乱するでしょ。大丈夫よ。夫は出張ばっかで娘の顔なんてろくに見てないから気づかないわ。いやいや、結構顔立ちもはっきりしてきたんだからわかるわよ。夫とお兄さんって顔が似てるし、子供もそっくりでしょ。区別なんかできないって。心とみかんちゃんはあまり似てない気がするけど。目が2つで鼻の穴も2つあるでしょ。まるで一緒じゃない。その理屈だと、ももちゃんとゴリラもそっくりね。そんな風に思ってたの？最低。あなたに合わせただけよ。今回のことはシュート君にも聞いてみるわね。なんで？我が子じゃないと思って育児するのは辛いでしょ。みんなで話し合いましょう。わかったわよ、もういい。諦める。急にどうしたの？はあ、ちょっと子育てに疲れて変なこと言っちゃったみたい。だから夫には言わないで。私の名前はセナ、28歳です。4ヶ月前に娘が生まれ、優しい心を持った子になるようにココロと名付けました。義妹は私の2つ下なのですが、変わってるというか常識外れなところがあります。例えば妊娠中に一緒に散歩をしていたら、道行く人に出産祝いをねだり、結局私が謝る羽目になったり、他にもたくさん普通では考えられない行動を起こしてしまう時があるのです。とはいえ別に仲が悪いわけではありません。家が近所で趣味が同じこともあり、良い距離感で付き合ってきたつもりです。家族とは良好な関係を保ちたいですからね。それがまさか娘の交換を申し出るほど非常識だったとは思っていませんでした。一応諦めたようですが、義妹の行動は正直読めないため、何かやらかす気がしてなりません。そして私の予感は的中し、想像をはるかに超える事態を起こすのです。1週間後、駅のロッカーにうちの娘入れといた。鍵閉めてないから回収しておいて。112番ね。ごめん、ちょっと意味がわからない。だからみかんをロッカーに預けたから、お姉さんが迎えに行ってってこと。え、今海外旅行中なんだけど。は？というか駅前にロッカーなんて名前の託児所あったっけ？あと鍵って何？もう違うわよ、コインロッカー。え、それは荷物を入れるところであって、人を入れるところじゃないでしょ。赤ちゃんなんて金も労力もかかるし、お荷物でしょ。しかも私の子じゃないし。まだそんなこと言ってるの？だからってやっていいことと悪いこともわからないわけ？こうするしかなかったの。どうして？だってお姉さんが全然娘を交換してくれないんだもん。それ先週話したよね。ももちゃんも納得したんじゃなかったの？お願いするのを諦めただけ。お姉さんたらみかんと同じで分からず屋なんだもん。だから強行手段に出ることにした。それがどうしてロッカーに閉じ込めることになるのよ。お姉さんにみかんのお世話をさせようと思って。は？そしたら母性が湧くでしょ。それに手がかかる子の方が可愛いって言うじゃない。私にみかんちゃんを渡したら、ももちゃんは子なしになるじゃない。いいタイミングでココロちゃんをもらいに行くから心配しないで。渡すわけないでしょ。二人育てるのって大変でしょ。その時は絶対ココロちゃんを差し出してくるはずよ。なんでこうも自分に都合よくことが運ぶと思えるのか理解できないわ。世の中私の計算通りよ。とはいえあなたがしたことは道徳的に許されない行為を。本当は家に連れて行ったんだけど留守だったみたいだから、安全な場所を探してた時にちょうど思いついたのよね。これでもちゃんと考えてるのよ。あのね、今そっちの気温何度なの？マイナス5度よ。雪も結構降ってるわ。そんな寒い日にロッカーに閉じ込めたらどうなるか考えなかったの？
狭い場所なら自分の体温で暖かくなるんじゃない？布団みたいに。そんなわけないでしょ、命に関わるわよ。え、そうなの？一体どこまでバカなのよ。せめて泣き声で他の人が気づいてくれたらいいけど。大丈夫よ、あの子寝たら3時間は起きないからバレる心配はないわ。最悪じゃない、すぐに迎えに行ってあげて。てかなんで海外なんか行ってるのよ。4ヶ月の子を置いて旅行とかありえないんだけど。心も一緒に決まってるでしょ。赤ちゃんを飛行機に乗せるとか非人道的なのはそっちじゃない。生後8日から飛行機には乗れるし、韓国ならたった2時間で着くのよ。バリアフリーやキッズスペースが充実してるから赤ちゃんに優しい国なの。もし墜落したらどうするのよ。自分はもっと危険なことしといてよく言えるわね。ところでもうみかんちゃんは救出したの？なんで？してないよ。は？早く助けてあげて。やだよ、だってこれから友達と旅行に行くんだもん。え、もう遠くにいるの？ああ、今出たとこだからまだ家の近くだよ。それなら行けるじゃない。だって子供がいたら遊びに行けなくなるじゃない。友達小さい子が嫌いだから。今はみかんちゃんの命が優先でしょ。楽しみにしてたんだもん。もういいわ、警察に通報するから。世間知らずね、そんなことでいちいち対応してくれないわよ。それとシュート君にも連絡しなきゃ。無駄だよ、出張中だし、スマホも壊れてるから。なんでこんな時に。誰かすぐ助けてくれる人いないかしら。お姉さんが帰国して迎えに行ってくれたらいいでしょ。どんなに急いでも3時間はかかるわよ。もしみかんに何かあったらお姉さんの責任だからね。意味がわからない。じゃあ私は旅行を楽しみたいから電源切るね。みかんをよろしくね。5時間後。ちゃんと回収した？もしくたばってても心ちゃんはもらうからね。今どこにいるの？沖縄にいます。冬でも暖かくて天国だわ。今は白土海岸で海を眺めてるの。確か恋人の聖地と呼ばれてる場所よね。あー、まあそんな話もあるわね。それよりみかんは？無事よ、元気にミルクも飲んだわ。やればできるじゃない。帰ったら心ちゃん迎えに行くからね。まだ帰らないの？当たり前じゃない、あと3日くらいはこっちにいるから、その間のお世話よろしくね。いやよ、私は心の面倒しか見ないわ。は？みかんだけ育児放棄する気？ありえないんだけど。警察呼ぶわよ。その必要はないわよ。何？ビビってんの？警察の方からあなたに会いに向かってるから。どういうこと？実は今みかんちゃんはシュート君と一緒なの。そんなわけないわ、今朝スーツケース持って出張に行くところを見たもの。連絡も取れないはずだし。そんなのシュート君の会社にかければ済む話でしょ。まさか夫の職場に電話したの？ええ、部長さんがすぐに出張先の店舗に連絡取ってすぐに帰ってくるように伝えてくれたわ。やめてよ、出世に響いたらどうするのよ。そうなったとしてもシュート君の足を引っ張ったのはあなたでしょ。でも出張先は車で4時間はかかる場所なのよ。その間みかんは放置してたわけ？そんなわけないでしょ、とっくに警察の方が保護してくれたわ。は？こんなことで対応してくれたの？暇かよ。非常事態でしょ。ロッカーの中でぐったりしているみかんちゃんを見て急いで救急搬送してくれたのよ。大げさすぎない？結局無事だったんでしょ。案外赤ちゃんは丈夫なのよ。温めたら回復したけど低体温になりかけていたのよ。軽く考えすぎ。全部人任せでお姉さんは旅行中なんでしょ。何もしてないくせに偉そうに言わないでよ。私たちもそれどころではなくなったから帰国したわよ。そうなの？だったら夫が戻ってくる必要なかったじゃない。お姉さんが世話しなさいよ。子供の面倒は親が見るのが当たり前でしょ。もっともシュート君は本当の親じゃなかったみたいだけど。え？は？シュート君に直接会って聞いたの。ももちゃん浮気してるんだってね。勝手な
なこと言わないで。私には夫だけよ。修斗君に本当に自分の子なのか調べたいから DNA 検査したいって言われてたんでしょ。確かに言われたけど大して意味はないわよ。じゃあみかんちゃんは修斗君との子なの。だから心ちゃんが本当の私の子で。ああはいはい、もうその設定いいから。本当だもん。みかんちゃんは浮気相手との子で、それを隠すために娘交換なんてふざけたこと思いついたんでしょ。違う。修斗君と私の夫は本当の兄弟だから、心とも血がつながっている。だからバレないって思ったのよね。そんな証拠ないでしょ。あるに決まってるじゃない。修斗君は探偵にあなたの調査を依頼してたのよ。嘘、全然気づかなかった。そりゃプロだもん。ももちゃん、浮気相手に修斗君のことタクラン夫って呼んでいたでしょ。ほんと最低ね。どこまで調べてんのよ。どうせ今も浮気旅行中なんでしょ。違う、友達とよ。だったら一緒に写ってる写真送ってきたよ。それはできない。やっぱり疑われていることが分かっててよく旅行なんて行けたよね。だってみかんをロッカーに入れた後近くにいたら返されちゃうでしょ。せっかくなら遠くに行こうって話になったのよ。呆れた。修斗君のスマホを壊したのもももちゃんなんでしょ。朝起きたら湯船に沈んでたらしいわ。チクられたらやばいと思って。修斗君も反省してたわ。浮気されたのは自分が悪かったって。違うわよ。あなたが娘を危険な目に遭わせるほどアンポンタンだとは思ってなかったって、危機感が足りなかったって言ってたわ。何よ、人を極悪人みたいに。もしみかんちゃんが取り返しのつかないことになっていたらどうするつもりだったの。その時はお姉さんの責任にして、私は浮気の証拠がなくなるからそれはそれでありかなって。人の命を何だと思ってるの。生まれたばかりでまだ自分の意思なんてないだろうし、虫みたいなものでしょ。我が子をそんな扱いするなんて、同じ親として、いや人間として信じられない。お姉さんがすんなり交換してくれていたらこんなことにはならなかったわよ。もういいわ、救いようがないクズだってよく分かったから。私は悪くない。それは警察が判断してくれるわ。ももちゃんが親切に場所を教えてくれたおかげでもう着く頃じゃないかしら。なんで私が警察の世話にならなきゃいけないのよ。今回あなたがしたことは保護責任者遺棄罪になるのよ。何、中国語で言われてもわからないわよ。漢字ばっかだけどれっきとした日本語よ。簡単に言うと逮捕されるの。なんで。子供を産んだらきちんと育てるのが親の責任よ。あなたはそれを放棄したの。そんなの、いや知らなかったの。お願い許して。これから牢屋生活になると思うけどしっかり反省してね。そんなところ入りたくない。よかったじゃない、ロッカーよりは快適みたいよ。謝るから許して。後日談。人生が終わったとやけくそになったももちゃんは石灯籠に落書きをし器物損壊罪も加わりました。落書き中にやってきた警察官に逮捕され懲役1年が言い渡され牢屋行き確定。修斗君はすぐに離婚の手続きをし、ももちゃんと浮気相手に300万ずつ請求しました。そしてみかんちゃんは彼女の実家に預けられることに。出所したももちゃんは実家に戻ったそうですが、両親はカンカンに怒っており、きつい労働環境の職場に放り込まれたそうです。今では育児と仕事に追われ趣味を楽しむ時間が全くないと嘆いていました。両親はしっかりとした方なのでみかんちゃんはきっと大切に育てられるでしょう。私は今回ダメになった旅行の計画をまた立て直しています。今度こそは安心して楽しめそうです。家族を守るためにも非常識な人とは二度と関わらないようにしようと誓いました。今日も帰るのやめた。またなのか、これで3日目だぞ。あれ、もうそんなに経ってたっけ。妻だから常に家にいろとは言わないけど、立て続けに外泊して何やってるんだよ。だから友達と遊んでるの。それとも何、結婚したら友達と遊んじゃダメなの。
そんなこと言ってないだろ。言ってる。私にはそう聞こえた。そんなつもりで言ったんじゃないんだ。頼むから外泊はほどほどにしてくれ。へえ、じゃあさ、お金ちょうだい。3日前に10万円渡しただろ。そんなのもうないよ。カイトは大手企業のエリートでしょ。それなりにもらってるんだから、私にもっとお金ちょうだい。何に使うんだ。寒くなったからブーツ買おうかな。それ前回も言ってたぞ。寒くなったから10万円ぐらいのブーツ買おうかなって。それでお金渡したんだろ。そうだっけ。じゃああれよ、コート。コートは1週間前に買わなかったか。それはトレンチコート。今回はモコモコのやつ。似たようなの持ってるだろ。今回は買わない。やだやだやだ、買って買って買って。子供じゃないんだから、冬のボーナス入ってからな。待てない、無理。とりあえず考えておく。もう今がいいのに。はいはい。それより俺の大切にしてたバカラのグラス知らないか。え、今お酒を飲もうとしたら見当たらないんだよ。あれね、友達にあげた。は、え、嘘だろ。あれは俺が成人した時父さんからもらった大切なものだって前にも教えただろ。また買えばいいじゃん。そういう問題じゃないだろ。最近家のものがなくなってるけど、それってまさか。友達にあげたり捨ててる。何勝手なことしてんだよ。いいじゃん、断捨離よ。やっぱりミニマリストってかっこいいじゃない。そういうお前は靴や服を腐るほど持ってるけどな。ちょ、服とかは腐らないでしょ。何言ってんのよ。物が多いって意味だよ。だから断捨離してんじゃん。人のものをしないで自分のものをしろ。私のは全部必要だもん。じゃあ俺のものは聞いてから捨ててくれよ。というか俺の大切なものは絶対触るな。はいはい、わかったって。本当にカイトって細かいよね。これは細かいとかいう話じゃないだろ。はあ、もうめんどくさい。とりあえず今日は帰らない。お金ないからペイペイで10万送っといて。明日帰った時渡す。それでいいだろ。ダメ、今すぐ必要。どうせ今渡しても店閉まってるぞ。ネットで買うから、早く早く早く。くれないならカイトのもの全部捨てる。分かったからやめてくれ。やった、ありがとう。愛してるよ、チュッチュ。俺の名前はカイト。そこそこ有名企業で働く36歳です。7つ年下の妻マオリとは1年前に結婚。子供はまだいません。彼女は猫のように自由気ままで、たまに甘えてくる。そんなマオリに惚れた俺が猛アタックし結婚しました。付き合ってた頃は可愛いと思っていたわがままも、結婚し視点が変わると困ってしまうことが多いです。それでも彼女を愛している俺はついつい甘やかしてしまいます。それが彼女をつけ上がらせて俺を地獄へと突き落とす引き金とは気づかずに。2週間後。リビングにある金ピカおっさんの置物いらないよね。おっさん？そう、ふんどしつけて槍みたいなの持ったやつ。それ俺たちが新婚旅行で買ったハワイのお土産だろ。純金でできたカメハメハ大王。あれ大王なの？ウケる。でもいらないよね。てかもう売ったんだけどね。は？売った？勝手にか。うん、でも純金ならもっと高く売ればよかったわ。いくらで売ったんだ。5000円くらいかな。お前ってやつは大切な思い出だったのに。それよりあの変な腕時計も売っていいよね。時計ってまさかリビングのコレクションケースにあったやつじゃないよな。それそれ。まあもうメルカリで5万で売れちゃった、というか発送しちゃった。え？だって飾ってばっかりで使ってないからいいじゃん。お前それがどういうものか分かってるのか。よくわからないけど、時計ってことはわかるよ。それは俺がじいちゃんから生きてる時もらった形見だぞ。そうなんだ。そうなんだじゃねえよ、ふざけるな。俺のものは聞いてからにしろって言ったよな。仕方ないじゃん、お金がすぐ必要だったんだもん。それより購入者に本当に5万円でいいんですかって言われたんだけど、もっと高くしておけばよかったかな。当たり前だろ、それパテックフィリップの時計だからな。パニックなんだって？
パテックフィリップ。初めて聞いた。スイスの高級時計メーカーだよ。世界三大時計メーカーとしても有名なものだ。ふーん。でも聞いたことないし、大したことないものでしょ？ものにもよるが、数十万、数百万、下手したら数千万もするぞ。へえ、すっご。でもどうせあなたの持ってるのは大したことないでしょ？それより他のものも売っておくね。やめろ！俺のものに触れな！こんなに持っててもどうせ使わないんでしょ？あのコレクションケースの中のものは高額なものばかりなんだ。へえ、そうなんだ。でももう時すでに遅しって感じよ。ほとんど空っぽだから。なんてことを。保管場所を別のところにすればよかったよ。ねえ、それよりお金足りないの。あなたの保険解約してもいい？確か解約返還金もらえるよね。ダメに決まってるだろ。勝手なことばかりするな。ケチ、別にいいじゃん。それより時計はどこの誰に売った？メルカリってことは住所や名前もわかるんだよな。知らないよ。匿名配達サービス使っちゃったもん。マジかよ。大体あの時計の価値もわからない奴が人のものを許可なく売るな。うるさいな。どうせあなたが高額って言うから20万円ぐらいじゃない？ああ、だから5万でいいんですかって言われたのか。失敗。あれ2000万だぞ。は？え？ 2000 万？本当に？何かの間違いよね。本当だよ。調べてみたら。しかもそれは世界に数本しかないかなりのプレミアものだ。嘘。なんであなたがそんなの持ってるの？言っただろ。これはじいちゃんの形見だって。でもあなたのおじいちゃんって農家の人だったでしょ？こんな高い時計買えるわけない。それは父方のな。母方のじいちゃんはスカット出版の社長だよ。え？ あの子供大百科とか出してる？ああ。なんで早く言ってくれないの？結婚当初に言ったよ。けどあの時のお前はホストを育てるアプリゲームにハマってて、俺の話すら聞いてなかっただろ。そうだっけ？母方のじいちゃんは長い間病気だったんだよ。だから亡くなる前に残された家族に自ら財産分与した。そうなんだ。あの時俺はまだ高校生くらいだったから、何千万もの金より時計を渡してあげようってじいちゃん言ったんだ。俺はそれを形見として大切にしてたんだ。ごめんって、知らなかったの。俺の大切なものだから絶対に触るなって言ってただろ。知らなかったじゃ済まない。だって金額もだが、俺がどれだけ大事にしてたかわかるか？わからないよな。もう会えないじいちゃんが最後まで身につけてたものだ。だからごめんって、とりあえずすぐに取り返さなきゃだよね。そうだな。でもお前は何もしなくていい。俺がやるから。なんでよ。私が責任持って何とかする。またお前に渡したら売られちゃうだろ。大丈夫よ、そんなことしないわ。信用できない。妻を信用してくれないの？ホストに通いたいがために人のものを売るやつに言われたくないな。なんで知ってるの？最近帰ってこない日が続いたり、金言うからおかしいと思って更新所で調べてもらった。知ってたなら早く言いなさいよ。言ったらどうしてたんだ？どうせ言い訳並べるだけだろ。ああ、違うの。私は行きたくてホストに行ったんじゃないの。アプリでは物足りなくなって本物に手を出すなんてな。私は客引きに騙されたの。へえ。なんか悪質なお店だったみたいで、一回友達に誘われて行ったら、次の予約するまで返してくれなくて。あっそ。信じて。俺はさ、ホストに行くなとは言わない。だったら。でもホストにハマって浮気していいとは言ってない。え？俺は更新所で調べたんだ。お前がそのホストと浮気していることも把握済みだぞ。何のこと？ここまで来てしらばっくれるのか？私は浮気なんてしてない。こっちには写真もあるんだぞ。私のそっくりさんじゃないの？そっくりさんはお前と同じものを身につけてるのか？それはそれで怖いな。言い訳はもう終わりか？バレてるんだから認めた方が身のためだぞ。違うの。あれは同伴なのよ。ほう、今時のホストは同伴でキラキラピンクのネオンが光るホテルに行ったり、家にまであげるのか。そんなことまで知ってるの？更新所の方が優秀だからな。
だって仕方なかったの。浮気が仕方ない。そうよ、したくてしてたわけじゃないの。脅されたとでも言うのか。そうよ、あの人たちすごく怖くて。それで旦那よりあなたを愛してる。あいつは ATM 金だけの男、絶対ナンバーワンにしてあげる。だから結婚してねって言ってたんだろ。それってお前が熱を上げてるホストに送った LINE だよな。なんで私スマホにロックかけてたし、 LINE にもロックかけてたのに。ホスト君本人に聞いたら簡単に教えてくれたよ。 LINE のスクショも送ってもらった。え？あっちは君が既婚者だなんて知らなかったみたいだな。訴えるって言ったら LINE もすぐ見せてくれた。嘘でしょ。しかも俺は結婚しようなんて言ってない。客とホストの関係だった。少し手を出してしまったけどって言ってたよ。そんな、結婚するって約束したのに。残念だったな。あの、カイト、ごめんなさい。ちょっとした遊びだったのよ。私にはあなたしかいない。愛してるの。は？気づいたのよ。私が一緒に人生を共にして幸せにしてくれるのはカイト、あなたよ。へえ。俺は無理だけどね。君みたいな人を平気で裏切る人。そんなこと言わないで。私が悪かったわ。無理無理。俺浮気許せるほど心広くないから。お願い、もうホストにも行かない。何でもするから許してよ。何でもするなら俺と別れてくれ。やだ、それ以外なら何でも聞く。このまま別れたら何も残らないの。よかったじゃないか。何も残らない方が後腐れないだろ。私お金も何もないから働かなきゃいけなくなるのよ。結局それかよ。だって俺の金を食いつぶされる前に気づけてよかったよ。あとは弁護士を通じて連絡する。じゃあな。待ってよ、一人にしないで。私のナンバーワンはカイトなの。あなたを永久指名させて。後日談。俺はすぐにマオリの LINE をブロック。彼女の実家に連絡し引き取ってもらいました。知人から浮気や離婚に強い弁護士さんを紹介してもらい、すぐに離婚成立。そして彼女には慰謝料200万を請求。大切な時計は購入者と話し合い取り戻すことができました。優しい方で良かったです。他に売られた私物については行方知れずのため民事で賠償請求をする予定です。風の便りでマオリはホストを追って店に行ったら出禁を食らったそうです。しかもそのホストに貢いだツケが600万円ほどあったようで、それを払うために夜の店で慣れない接客業と自分より年下の女の子に嫌味を言われて働いていると聞きました。俺は引っ越しをして心機一転、仕事に精を出しています。最近さらに仕事が評価されて近々昇進できそうです。俺はお前の嫁と付き合ってる。さっさと離婚しろ。え、誰ですか？名前見ろや。慎吾さん。すみません、記憶にないです。俺に触れると火傷するぜ。超危険でワイルドな男、沙織の元彼の慎吾だよ。ああ、そのダッサいキャッチフレーズで思い出しました。なんだと？15年前に妻と付き合ってた頃、彼女の貯金をギャンブルに溶かして即振られたあの慎吾さんですね。嫌な思い出し方してんじゃねえ。しかもその後もしつこく復縁を迫って、ギャンブル癖よりも口臭がひどいのが嫌と言われてショックを受けていたあの慎吾さんですね。俺それ忘れてたのに思い出させんじゃねえよ。それでもめげずにつきまとって、当時彼女の同僚だった俺が直々に電話して警察呼ぶぞって言ったら、途端に音沙汰がなくなったあのヘタレ慎吾さんですね。もういいから、思い出したならそれでいいから。で、俺に何の用事でしょうか？最初に言っただろ。何だったか忘れたので、さよなら。待てや、俺は沙織と付き合ってんだぞ。嘘ですね。あ、そんなことはありえませんので。まあ信じられないのも無理はないわな。あ、いや、そうじゃなくて。でも沙織は今や俺の虜なんだ。お前は捨てられたんだよ。あの、俺の話聞いてくれません？ってことでさっさと離婚しろ。聞く気ゼロか。財産分与で貯金の半分はいただくからな。頭悪そうなのにそういう知識だけはあるんですね。なんだと？
では嘘だと分かった上で茶番に付き合いますが、本当だって言ってんだろ、いい加減信じろ。それが真実だった場合、俺はあなたに慰謝料を請求できることになります。え、あなたは俺の妻らしき人と浮気しているわけですから。浮気はしてない。さっき付き合ってると言ってましたよね。ふん、心が通じ合ってるって意味だ。まだ手は出していない。そうきましたか。だから俺は慰謝料を払う必要はない。でもお前は財産分与で金をよこせ。随分と都合がいいですね。それもこれも全部お前が沙織に愛想をつかされたのが悪いんだぞ。いっそ嫌われて別れていたら楽だったかもしれませんね。は？いえ、こっちの話です。よくわかんねえけど、さっさと金だけ置いてその家から出てけや。いえ、それも財産分与でもらうからよ。むちゃくちゃだな。これは決定事項だ。ハウスクリーニングもして塵一つない状態で明け渡せよ。俺はケイスケ、40歳です。閑静な住宅街の一軒家に一人で暮らしています。 LINE の相手のシンゴさんは確か42歳だったかな。15年前に俺の妻沙織と付き合っていた人です。彼と妻のいざこざは先ほどの LINE の通りで、俺の電話番号は一度電話した時のものをずっと残していたのでしょう。なんか気持ち悪いですね。そして今日突然の LINE。 俺の妻と付き合っていることは 100% ないので適当にあしらいましたが、ちょっと気になったので調べてみることにしました。すると驚きの事実が判明したのです。数日後。もう逃げらんねえぞ。俺無職のあなたと違って仕事してて忙しいんですよ。俺がいつ無職って言ったよ。え、違うんですか？パチプロという立派な職業を持ってる。では今月はどれくらい稼いだんですか？マイナス10万くらい。ただの無職よりひどい。今月の分は来月取り戻すし、トータルでは勝ってるからいいんだよ。勝てないギャンブラーの典型的な言い訳ですね。うるせえ。それで俺に何か用事があって連絡してきたんじゃ？おっとそうだった、ビッグニュースがあるぜ。あー、すっごいびっくりした。まだ何も言ってねえだろ。興味がなさすぎて適当に反応するつもりがフライングしました、すみません。お前の嫁のことなのに興味がねえとか夫婦として終わってんな。彼女がどうかしたんですか？妊娠した。は？どうだ、驚いただろう。まあそうですね、ちょっとは。お前ら夫婦には子供はいないよな。はい、欲しかったですが結局できずじまいでした。じゃあ沙織が俺との子を妊娠したってことはもう別れるしかねえな。じゃあ慰謝料を請求しますね。え、子供ができたってことは浮気の確たる証拠になります。あ、違う、俺たちはやましいことは一切してねえ。いやいや、言ってることを尻滅裂ですよ。沙織は聖母マリアなんだ。はい、だからそういうことをしなくても俺の子供を妊娠した。おお、本気で言ってます？聖母マリアだって相手がいなくてもキリストを身ごもっただろうが。頭悪いのに中途半端な知識だけはあるんですね。お前この前からずっと失礼だぞ。ああすみません、でもさすがに彼女がマリアだというのは無理があると思います。じゃあ沙織がマリアじゃないって証拠を持ってこい。それはないですけど。じゃあ浮気してるなんて言いがかりはやめろ。でもマリアだって証拠もありませんよね。日本の考え方はな、疑わしきは罰せずだ。法律だってそうなってるだろ。つまりはっきりとマリアでないと言い切れない限りは罰することはできないと。そういうこと。うまく言いくるめられた気がしてちょっと悔しいです。つうことで今度こそ潔く離婚しろ。それは不可能ですね。この後に及んでまだ抵抗する気かよ。そうは言われましても。まあいきなり子供うんぬんって言われて動揺する気持ちはわかる。お気遣いどうも。一週間だけ待ってやるから、その間に気持ちを整理しろ。意外と優しいところあるんですね。同じ女を好きになった者同士だからな。いや、その言い方はなんか嫌だな。はあ、人が歩み寄ってやってんのになんだてめえ。
いや、寄ってこなくていいです。どこまでもムカつく野郎だな。別に怒らせたいわけじゃないんですけどね。一週間待つのはやめだ。今すぐ離婚届を出してこい。だからそれは無理だと言ったじゃないですか。往生際の悪いやつだな。しつこい男ほど女から嫌われるんだぞ。それは15年前の自分の体験談から得た教訓ですかね。うっせえわ。とにかく俺は彼女と離婚はできませんので。ああ、もううぜえわ。いい加減にしねえとこっちも本気出すぞ。ちょうどよかったです。は？こっちもそろそろこの茶番に飽きてきたので。何のことだよ。一週間後我が家にお越しください。なんだ、急に家を渡す気になったのか。来てもらえれば全てわかりますので。ちょっと不気味だが、まあいいわ。一週間後だな。はい、お待ちしてますね。朝一に行ってやるから離婚届と金を用意して待っとけよ。一週間後。おい、何の冗談だこれは。誘導の通りに進みましたか。玄関から張り紙の通りに進んだら和室があった。はい。仏壇があって沙織の写真が飾ってある。そういうことです。いくらなんでもこの冗談は不謹慎だろう。冗談じゃありません。え？見ての通り妻は3年前に他界したんですが。何言ってんだお前。実は俺もついこの前までどこか夢見心地だったんですよ。は？あの日の朝、妻はいつも通り行ってきますって言って仕事に行ったんです。おい。でもそれっきり二度とただいまを聞くことはできませんでした。悪い冗談はやめろって。くも膜下出血で電車の駅のトイレの前に倒れていたそうです。なあ、嘘だよな。本当のことですよ。信じらんね。俺も同じです。最近までずっとどこかで沙織は生きてて、ある日ひょこっと帰ってくるんじゃないかと思ってました。なんだよそんなの、辛すぎんだろ。でもあなたからアホみたいな LINE が来て吹っ切れました。え？あなたが沙織と付き合っていると言った時、俺ははっきりと沙織はもうこの世にいないからありえないと思ったんです。それで自分の中であいつが天国に行ったと納得できたってことか。そういう意味ではあなたにちょっとだけ感謝しています。そうか。まあなんだ、元気出せよ。はい。じゃあな。はい。いや、ちょっと待て。はい？じゃあ俺が今付き合ってる沙織は誰だ？やっと気づきましたか？まさか幽霊？なわけないよな。聖母マリアのごとく奇跡の妊娠をしたわけですし、その線もなくはないですね。あんなもん嘘だ。俺は確かにあいつとそういうことをした。まあでしょうね。じゃあ一体どういうことだ？同姓同名の別人です。いやいや、そんなわけねえだろ。でも他に理由はないですよね。だってお前、顔も俺の知ってる沙織だったし。俺も写真を見せてもらいましたが、確かにちょっと似ててびっくりしました。だろ？でも他人の空似です。そんなことあるか。パッと見が似てるだけで、じーっと見てるとそうでもないですよ。え、そうなの？はい、彼女の旦那さんも俺と同じ意見でした。俺は15年ぶりに見たから気づかなかったのか。って、は？旦那？ああ、あなたと付き合ってる沙織さんの夫です。いや、ちょっと混乱してきた。同姓同名の沙織さんから何か話は聞いてないんですか？ああ、いや、旦那はいつも口うるさいとか、夜が下手とかいろいろ言ってた。けど俺はそれをお前だと思ってて。実際は俺ではなかったので別の人がいるわけです。それってどうなる？まあ普通は浮気で慰謝料を請求されますね。ああ、やばいな。そして沙織さんはあなたの子を妊娠してますし、旦那さんとは離婚することになるかと。やっぱそうなるよな。あなたは責任を取って彼女と結婚して、
妻子を養うべきです。あいつは俺の好きだった沙織じゃないのに面倒見ろっていうのか。まあ人違いでした、はいさようならとはいかないでしょうね。よし逃げよう。は？今すぐに沙織の前から消える。夫は俺の顔を知らないし行けるだろう。無理だと思いますよ。なんでだよ。窓のカーテンを開けて玄関の方を見てください。うわぁ、なんかパンチパーマで超ガタイのいいおっさんがこっち見てる。沙織さんの旦那さんです。はぁ？あらかじめ俺が呼んでおきました。どうしてお前が沙織の旦那の連絡先を知ってるんだよ。更新所にお願いして調べたからです。俺の言ってることは最初から嘘だって分かりきってたのに、なんでそんなこと。興味本位です。独り身になってお金はそこそこあるので。金持ちの道楽じゃねえんだからさ。調査報告書の中にあなた方の浮気現場などいろいろと証拠もあったので旦那さんにお渡ししました。なんで赤の他人にそこまでしてやるんだよ。同じ名前の人間を好きになった者同士だからですかね。くそ、ムカつく。ってことで今からは旦那さんのターンですので。隙をついてどうにか逃げらんねえかな。あー、いや、やめといた方がいいですよ。彼総合格闘技やってるらしいので。なんだそれ、俺終わってんじゃねえか。おとなしく提示された条件に従うのが身のためでしょうね。なあ、お前から見逃すように言ってくんね。お断りします。俺ら15年来の付き合いじゃん。あんなポットでの男より俺を助けてくれよ。嫌です。なんでだよ。間違いだったとしてもあなたが俺から財産と家を取ろうとしたクソ野郎だってことには変わりないので。いや、そこは多めに見てくれ。そういうお願いはパンチパーマの彼にどうぞ。誠心誠意謝ったら許してくれるかな。受注発掘無理でしょうが頑張ってください。ちきしょう、人違いでこんな目に遭うなんてあんまりだろうが。後日談。その後慎吾さんは沙織さんの旦那さんに俺の家から引きずり出され話し合いをしました。その結果旦那さんへ慰謝料300万円を支払い、沙織さんと結婚、生まれてくる子供を責任持って育てることを約束させられたそうです。今慎吾さんは沙織さんと生まれてきた子供を養うために昼間は缶詰工場で働き、夜は格闘技ジムの雑用をしつつ、パンチパーマの彼のお付きとして働いています。沙織さんは疲れて帰宅した慎吾を容赦なくこき使う鬼嫁になっているそうで、楽しい新婚生活とは程遠い暮らしをしているとのことです。財布もがっちりと掴まれているのでギャンブルにも行けず嘆いているんだとか。一方の俺はようやく妻との別れを受け入れられ少しだけすっきりしています。これからは前を向いて妻の分まで精一杯楽しく生きていけたらいいなと思っています。俺末期癌だったよ。え、本当に？余命半年だってさ。嘘でしょ。まさか自分が癌になるなんてな。半年でいなくなってくれるの？いなくなってくれる？ごめん、うち間違い。あなたがいなくなっちゃうなんてそんなのあんまりよ。神様って本当にいるのね。普通神様はいないのねじゃないのか。動揺しすぎてうち間違えた。またか。涙で画面がよく見えないのよ。悲しんでるのか。当たり前でしょ、私はあなたの妻よ。でも俺のこともう好きじゃないだろ。どうしてそんなこと言うのよ。ミオは何度も浮気したろ。そのために俺に怒られてはもうしないっていうくせに、それを何度も繰り返してる。浮気するからってあなたに愛がないわけじゃないわ。俺と離婚したいっていう話も浮気当てとしてただろ。なんで知ってるの。ベランダで電話してる内容全部丸聞こえだよ。その時に言ってよ。まあ安心してくれよ、あと半年でいなくなるからさ。ふざけないでちょうだい。私はあなたを愛してる。離婚したいって言ったのはちょっとした冗談よ。冗談で言うことじゃないだろ。でもあなただって本気に受け止めなかったから離婚しなかったんでしょ。いや、仕事で忙しかったからそんなことを考える暇もなかっただけだよ。一流企業の社長ですもんね。そりゃ忙しいに決まってるわ。俺が会社の近くに家を借りて住み始めてから妙な遊び癖はひどくなったな。別居だと寂しいじゃない、たまにしか帰ってこないし。そのたまに帰ってきた時でさえ浮気相手と電話してるんだから呆れちゃうよ。もう拗ねないでよ。拗ねるほど子供じゃない。っていうか誠がいなくなったら
会社はどうなるの？そうだな、これから先のことを考えなくちゃいけない。次の社長さんも決まってないんでしょ？まあな。誰か候補はいる？もしいないなら私にいい考えがあるんだけど。何？それはまだ内緒。でも次期社長にふさわしい相手を知ってるから何もしないで待っててよ。そんな悠長にしてられない。余命半年って言ってもその前にあの世に行くことだってなきにしもあらずだろ。だったら私が責任取って会社をあげあげにしとくわ。いや結構。遠慮しないで。してない。ミオは会社のことなんて何一つわからないだろ。わかるもん。部長の平塚さんとは知り合いだし。あれ、平塚と会ったことなんてあったか？一度あなたがお弁当を忘れて会社に届けに行ったでしょ。その時ロビーでお会いしたの。平塚と喋ったからって会社のことなんてわからんだろ。いろいろあなたの話を聞いてるわ。そうなのか。まあいいから、あなたは安静にしてて。今さら安静にしてたってな。俺は誠、35歳の会社経営者です。大学卒業と同時に立ち上げた会社が大きく成長し、今では一流企業と呼ばれるまでになりました。これまでは順調に生きてこれたのに、いきなり末期がんなんて。でも受け入れるしかないんですよね。会社のことも気になるけど、一番気になるのは妻のこと。今まで会社に燃えすぎていて、しっかり話をしてきませんでした。急に態度を変えたのが怪しい。また余計なことをしでかさないといいんですけど。数日後。あなた会社に行ったんですって？当たり前だろ、仕事なんだから。ダメじゃない、家か病院で安静にしててよ。体が動くうちにいろいろ片付けておきたいんだ。無理するとそれこそ早く天に昇ることになるわよ。まあどっちにしろ行くことには変わりないだろ。私の気持ちも考えてよ、寂しいじゃない。俺が余命半年と知った途端別人のようだな。そう？前は俺が連絡しても既読無視を続けてたくせに、それが今は寂しいって。失ってから大切だと気づくこともあるでしょ。へえ。あなたを愛してるのよ。私を信じて全て任せて。会社のことは俺がやるんだから口出ししないでくれ。そうはいかないわ、私も会社の一員みたいなものですもの。社会に出たことないじゃないか。まあね、でも社長夫人だから勘でわかる。その話はもういいよ。それよりもこの間の平塚の話だけど。何？あいつと浮気してるのか？え？は？何言ってるの？そんなわけないじゃない。違うのか？どうしてそんなこと言い出すのよ。こないだの LINE なんだか妙だと思って。そう？いきなり平塚の名前を出すからさ。ちょっと敏感になりすぎよ、名前出しただけで疑うなんて。ロビーで会っただけなんだろ？そうね、会ってちょっとお話ししたわ。いろいろあなたの話は聞いてるわって言ってたけど、そんなずっとロビーで話してたのか？事情聴取みたいなのやめてよ。やましいことがないなら話せるはずだが。うるさいな。それともう一つ気になることがあるんだけど。何よ？最近やたらと散財してるだろ。へえ。クレカの履歴をネットから見れるんだけど、丸井とか高島屋で結構買い物してるよな。まあ年末だしたくさん買っておきたいなーって。もう50万円くらい使っているようだけど、支払いどうするんだ？ほら誠さ、保険入ってたじゃん。もしかして俺の保険金で払おうと思ってる？まあちょっとお世話になろっかなーくらいの気持ち。あまり勝手なことはしないでくれ、後悔しても知らないぞ。そうやって脅すのよくないわよ。誠のことちゃんと最後まで愛してあげるから安心して。1週間後。あんたもう用なしだから死んでいいわよ。は？今までご苦労様。なんだよ急に。あんたの会社私がもらったわ。余命半年じゃ社長は無理でしょ。もらったってどういうことだ？乗っ取ってやったのよ。次の社長はこの私。変な冗談はやめてくれ。あなたは知らないだろうけど、私はずっと彼氏と計画を練っていたのよ。あんたの会社を乗っ取る計画をね。彼氏ってやっぱりまだ浮気相手がいたのか？もうバレてるんだろうから言うけど、相手は平塚さんね。だと思ったよ、やたらと怪しいからな。二人でいつかあんたを地の底に落としてやろうという話をしていたの。そしたらもうすぐこの世から消えるって言うから、こりゃ最大のチャンスだと。地の底に落とす？俺に何の恨みがあるんだ？恨みなんて別にないわ、ただ面白いなと思っただけ。面白半分でこんなことしてるのか？だって私があんたと結婚したのだって金持ちで面白そうって思ったからだし、最初から愛なんてないわよ。お金目当てだったのか。半分当たりで半分外れ。
お金が欲しかったけど、どっちかっていうと成功してる人が落ちていく姿を見るのが好きというか。めちゃくちゃ性格悪くて引くんだが。だって腹立つじゃない。ちょっと運が良かっただけで金持ちになって幸せそうに生きてて。運が良かったからじゃない、努力したからだ。成功したやつはそう言うよね。あー吐き気するわ。平塚とも面白いからっていう理由で付き合ってるのか。違う、彼は私の本物のパートナーよ。だって私たち似てるから。確かに似た者同士だな。平塚さんとは本物の愛があるの。だからあんたが消え次第再婚するつもりよ。ほう。私と平塚さんでやっていくから安心して言ってね。向こうの奥さんはそれで納得してるのか。は？奥さん？平塚さん独身なんだけど。え？私を驚かせようったって無駄よ。いや、平塚なら2歳の子供がいるはずだ。ミオ、知らないのか。なんかの冗談でしょ。いや、本当だぞ。疑うなら本人に聞いてみろよ。ちょっと待って。奥さんともうまくいっていたように思うんだけど。今 LINE 送ってみた。返事待ち。本当に平塚と付き合ってるのか。当たり前でしょ、一緒に何度もホテルに行ってるんだから。行くのはホテルだけ。大体そう。それって遊ばれてるだけじゃ。どうしてそんなひどいこと言うの、信じられない。平塚からは何か返信はないのか。ない、いつも秒で既読つくのに。おかしい。ま、これで分かっただろう。そんな、ありえない。2人で会社を乗っ取る夢は潰れたな。何よあいつ、私と結婚を考えてるとか言ったくせに。浮気する男の言葉を信じたらキリないぞ。いいわよ、こうなったら一人で会社を経営してやるわ。そのことなんだけど、何を勘違いしているのか。何？会社の株は譲渡済みだから、すでに別の人が経営することが決まってるんだ。は？株とか知らないんだけど、私が社長になるって言ったし。誰に言ったんだ。会社の人たちよ。あんたが会社にいない日にわざわざ出向いてオフィスの真ん中で叫んでやったわ。なんて？次の社長は私、みんなよろしくって。正真正銘のバカじゃないか。警備員は何してたんだ。社長の妻だと言ったら逆らうやつは誰もいなかったわ。想像するだけですごいな。空気凍っただろ。みんなポカーンとしてたわね。女性が社長になることについて文句があるのかしらね。そういう話じゃない。それなのに今更株って何なの。社内で農業やってるなんて聞いてないんだけど。それ本気で言ってるのか。あんたが何言ってるのか意味不明よ。俺もミオが何言ってるのかわからないよ。私は平塚さんにも裏切られて会社からも見放されたってこと。まあミオの計画は全部丸つぶれってことだな。もうそんなの困る。そしたら誠の財産を全部もらうくらいしかメリットないわね。あーごめん、財産も寄付してしまった。は？嘘でしょ全部。余命果たすまでのお金は少し取っといてあるけど、貯金は全てアフリカの子供たちに寄付したよ。私の分は残ってないわけ。俺と離婚して平塚とやっていこうって思ってたんだろ。今さらずうずうしいんだよ。でもそれを打ち明けたのは今日でしょ。なんでもう寄付してんのよ。そりゃ会社狙われてたことや浮気されてたことも知ってたからね。へー、余命宣告されてからいい妻演じてたのに。黒いオーラがダダ漏れだよ。いっぱいお金手に入ると思ったから買い物もしまくっちゃったよ。支払い大変そうだね。まことを助けてよ。ごめんな、俺はもうこんな体だから何もできないよ。うぅ、俺のために泣いてくれてありがとうな。違うっつーの。後日だ。俺がこの世から去る前に何としてでも離れておかなければと、このラインの後すぐに離婚届を提出しました。あの後発覚したことですが、やはり平塚にはラブラブの奥さんがいて、ミオとは遊びの関係のつもりだったらしいです。なのでミオの奇想天外な行動にびっくりしてしまい逃げたんだとか。奥さんにはこのことが全てバレ、ラブラブだったのに即離婚になって会社も退職し、2人合わせて不幸な状況だそうです。俺はなんだか死んでも死にきれない思いなので、セカンドオピニオンを受けることに。いい医者に巡り会えて光が見えてきました。最後まで諦めず生き抜きたいと思います。部下の結婚式があるからお祝いしてくるわ。こんな時間から？まだ7時だよ、早すぎない？そうかな。普通結婚式ってお昼前後が多いと思うんだけど、式は何時からなの？8時半。早すぎない？
なんか朝早いプランだと安くなるらしい。そうなんだ。もう家出たの？うん。結婚式があるなら行ってよ。スーツのクリーニング出してたっけ？出してないけど、別にこれでいいよ。そっか。ご祝儀は？手持ちあったの？ああ、まあ適当に。お友達なんでしょ？最低でも3万はいると思うけど。ちょうど財布に入ってた。お小遣い3万なのに？今月は使ってないからちょうど残ってたわ。給料日は明後日だよ。1円も使わず1ヶ月過ごしたの？うるせえな、さっきから何なの？心配してるだけでしょ。そっちこそ何興奮してるのよ。急がなきゃいけないの。そっか。で、部下って誰？なんで？私たちの披露宴にも来てくれたなら名前覚えてるから私も電報くらい打とうかなって。田中だよ。あいつは式には呼んでないし何もしなくていい。田中くんってまだ24歳くらいだよね。若いのにもう結婚決めたんだ。そんなの田中の自由だろ。おめでたいなと思ってるんだよ。二次会も出るし今日は帰れないから。朝早い披露宴なら二次会も早く終わるんじゃない？多分五次会くらいまである。部下のお祝いで上司がそこまで残るものかな。いちいち何なんだよ、ほっとけよ。飲みすぎないようにね。じゃあな。アホめ、こんな朝っぱらから結婚式やるやつがいるかっつーの。早くても挙式スタートで10時半だし、早朝なんてゲストに失礼でしょうが。こんな適当な嘘で私を騙せると思ってるんだとしたら相当舐められたもんです。私はレミ、30歳の主婦。ちょうど2年前くらいに結婚式を挙げました。この明らかな嘘の裏に一体何が隠されているのか自分の目で確かめてこようと後をつけたのですが、私の予想をはるかに超える状況が待ち受けていたのです。数分後、田中くん、結婚おめでとう。レミさん、朝っぱらから何の冗談すか。アルマがあなたの挙式だからって朝早く出かけていったよ。俺出張で今熊本ですよ。だよね、24歳で彼女もいない田中が結婚なんてありえないか。いないんじゃなくて作らないんです。私の地元の後輩だってことずっと黙っててくれてるんだよね。はい、言ってませんよ。アルマさんよりレミさんの方が怖いですから。こんな優しい先輩いないでしょ。アルマさん、俺の結婚式って言って出かけて行ったんですか？そうよ、朝の7時にね。誰がそんな早朝から結婚式やるんだよ。若いあなたでもそれがありえないってことくらいは知ってるんだよね。なのにあのアホは。尾行した方がいいんじゃないっすか。言われなくても動いてる。さすがレミさん。あの人、何かあるときは必ずクリーニングに出すっていうこだわりがあるの。でも今回はシワシワのスーツで出て行った。なるほど。普段しないことをすると疑われる。メモしました。それと昨日の夜、私のシートバッグを勝手に使ってた。翌日の何かに備えてることは明白っすね。それと最近やたらと帰りが遅い。この間も言いましたけど、定時の春馬と呼ばれてるくらい残業しない人なんでありえないです。せめてもっとかっこいい異名をつけられる男でいてほしかったわ。残業することがいいわけじゃありませんけど、事務員さんより早く帰りますからね。みんなさすがに引いてますよ。あ、アルマが目的地に到着したみたい。え、どこですか？結婚式場だわ。本当に結婚式に参列するってことなんですかね。まだ8時台だよ。ありえる？ないですよね。とりあえず向かうわ。
え、尾行してたんじゃないんですか？朝っぱらから尾行したらバレちゃうでしょ。どういうことですか？急ぐから後でね。気になるじゃないですか。数時間後、結婚式はどう？楽しんでる？まあな。8時半開始ならもう終わった頃かな。あー、なんか時間が押したりで今から披露宴みたい。へえ、そんなことがあるんだね。俺忙しいからまたな。ゲストでしょ、座ってるだけなんだから暇だと思うけど。上司に挨拶したりとかいろいろあるんだよ。今度はシルバーのタキシードにしたんだ。は？私たちの時は黒だったもんね。いいじゃん、シルバーも似合うよ。何言ってんの。しかし豪華な式だね。これ何人くらいいるの？300人以上いるんじゃない？お前ついてきたのか。尾行はエアタグがしてくれた。あなたがトイレに行ってる間にスーツのポケットに忍ばせといた。最近の GPS は薄くていいよね。気づかなかった。私は場所を確認して、結婚式場で浮かないようにドレスアップしてのんびり家を出たからご心配なく。マジかよ。なんであなたが新郎なの？これは違うんだ。何が違うのかな。田中の衣装を借りてちょっとふざけてただけっていうか。田中くん、今熊本だよ。え？出張なんだって。ああ、馬刺し頼めばよかった。お前、なんで田中と。まさか浮気か。言わなかったけど、あいつは地元の後輩なの。歳は6つ離れてるけど、昔よく公園で遊んでやってた。そうなのか。偶然、春馬と同じ会社に入ったって聞いて驚いたけど、知り合いってことは伏せててもらったんだ。実際、こういう時に役に立つでしょ。くそ。で、あの女は誰？西園寺家って書いてあるけど、いかにもお金持ちそうな名前だね。これには事情があって。どんな事情があれば、妻がいるあなたが他の女性と結婚式を挙げることになるんでしょうか？話せば長くなるんだが。私は構わないけど、そちらは時間なさそうね。もうすぐ披露宴始めるみたいだし。見逃してくれ。そうはいかないよ。後で説明するから。その必要はない。今西園寺家の控え室に行って、お父様らしき方にある程度事情を聞いてきたので。はあ？1年前から交際してて、お嬢様に子供ができたからお腹が大きくなる前に慌てて式を挙げたんだって？いや、まあお金持ちのお嬢さんだし、逆玉って考えればそっちを選ぶのは仕方ないよね。本当か？だよな、分かってくれるよな。いいえ、分かりませんけど。新しい命が宿ってるんだ。こっちを優先するのは人として当然のことだろう。自分の立場を忘れて勝手に命を宿してんじゃないよ。分かってるよ、順番を間違えたのは。反省してる。でもこうなった以上、もう戻れないんだよ。ご両親は知らないみたいだったけど、相手の女はあんたが既婚者だってこと知ってるの？知ってる。既成事実を作るために結婚式を挙げようって言われて。俺だって離婚が成立してないのにこんな派手なことするのは怖かったんだよ。お前の感情とかどうでもいいんだわ。怒ってるよね。この状況で怒らない妻がいるなら連れてこいよ。じゃあ改めてお願いします。離婚してください。嫌です。そう言うと思って離婚届は今朝出してきた。は？私書いてないけど。彼女に書いてもらった。それ違法だよ。お前の筆跡を極限まで真似た。筆跡が似てれば OK ってことじゃないから。慰謝料なら払う。彼女の貯金で1000万あるらしい。あんた自分のケツを女に吹かせるわけ？500万でどうだ。
相場よりかなり多い。これで折れてくれ。お金握らせてこの場から帰れと言ってるわけ。頼む。いやでーす。披露宴をぶっ壊す。やめろよ。お前はもう妻じゃない、他人なんだぞ。訴えられるのはそっちだからな。私たちの離婚は成立してないけど。え、離婚届、不受理届けってご存知？知らない。あんたが離婚届出しても私には離婚の意思がないから役所さん受理しないでねっていう書類。なんだそれ。こうやって本人の意思を無視して離婚届を出す不届き者がいるってことよ。そんな。しかも朝の時間外窓口に出してきたんでしょ今頃。あ、これダメだねって言われてると思うよ。確か通知が来るんじゃなかったかな。俺は彼女と結婚するんだ。させてたまるか。俺の幸せを壊して楽しいか。はい、楽しいです。捨てられる自分にも非があったとは思わないのかよ。仮にあったとしてもこのやり方は卑怯すぎる。ちゃんと話し合いや調停を経て離婚するものなの。先に既成事実を作って私の意思を無視するなんて言語道断だね。お父さんに呼ばれた。いってらっしゃい。30分後。終わった。何もかも台無しだ。あら、ゲストの方がぞろぞろと帰っていくね。ご祝儀も返してるみたい。引き出物は持ち帰れるんだ、いいな。結婚式は中止。今回の損失は全部俺に請求すると言われた。まあ大変。この規模なら相当な額になるでしょうね。お前のせいだぞ。さっきチャペルで永遠の愛を誓ってたけど取り消してきたら。ふざけるな。笑い事じゃないんだよ。笑い事にしないとやってらんないのよ。え、私がこの状況を本当に楽しんでると思ってんの？だとしたら相当なアホね。辛いに決まってんでしょ。自分の夫がドレス姿の女の横で笑ってるのを見てどう感じたか想像もできないわけ。見に来るからだろ。ここ最近様子がおかしかったよね。私に勘ぐらせたのはあんたよ。何がおかしかったんだよ。あんたは人の結婚式にシワだらけのスーツを着ていくような人間じゃない。あれはクリーニングに出すのを忘れてて。それを忘れないのがあんたなの。そんなことで気づいたのか。嘘をついてるのは間違いないと思った。残業してないことも知ってたし、近々何かあるんだろうなと思ってたの。田中だな。田中にはスパイみたいなことをさせて悪かったと思ってる。でも入社以降一度も飲みにすら連れてってくれない先輩をかばう必要もないでしょ。小さなほころびから大きな穴が開くんだな。しみじみするな、腹立つから。お父さんから彼女とは二度と会うなと言われた。だから何？俺らの離婚成立してないんだろ。このまま家に帰っていいよな。すごい感情してるね。それだけ神経ずぶとかったらどんな世界でも生きていけるよ。なんでだよ。あんたは文書偽造と行使で捕まるの。会社の規定によると犯罪者は即解雇だから無職は確定。そんな男と暮らす気はない。偽造って受理されなかったんだよな。役所に出した時点でアウト。警察にも通報したから。嘘だろ。待ってくれよ。俺がいないと田中も困るぞ。あいつの仕事が増えるし、かわいそうじゃないのか。よく言うわ。すでに散々押し付けてるくせに。今回の熊本だってあんたの代わりに行かされてるらしいじゃない。それはあいつの成長のために。もう言い訳はいいから黙って私の前から消えて。待ってくれよ。話だけでも聞いてほしい。状況は全て把握したし答えも出たから必要ない。あんたの声聞いても耳が腐るだけ。そう言うなって。
1年前から付き合ってたなら、相手の女とあんたにも慰謝料を請求するから覚悟しておいてね。俺、結婚式の費用も負担させられるんだぞ。おまけに会社までクビになったらどうやって生きていけばいいんだ。何被害者ぶってんだよ。自分がやらかしたことでしょうが。頼む、許して、お願い。無理。さっきお母さんにも電話してこのこと全部報告した。分かった、実家の鍵もすぐに交換するわって言ってたよ。は？ちなみに今回の式にかかった費用知ってる？知るかよ。お父さんが全額出してくれるっていう話でオプションつけまくったけど。2500万だって、すごすぎ。嘘だよな。何がそんなにするんだ。ゲストのための料理やお酒、引き出物に至るまで全て最高級品。お嬢さんのドレスも全て有名デザイナーのオートクチュール。生バンドも呼んだし、ケーキもフランスの有名パティシエのものなんだって。そんな、500万くらいだと思ってた。逆玉の夢壊れたり。終わった。そもそもあんたの両親や知り合いが誰も来ないことをなんて説明してたのよ。親も親戚も他界してて、一匹狼だから友達や同僚とはつるまないと説明した。それでも数名は呼ばないと怪しいから、役者さんを数名。考えることもやることもお粗末すぎるのよ。反省してる。君のために生きる。神に誓うよ。どうか俺の愛を受け取ってくれ。一日に二度も愛を誓うな。頼む、戻ってきてくれ。後日談。結婚式の費用2500万、私からの慰謝料300万、約3000万近い額の支払いが待つ中、文書偽造で逮捕され、会社はクビになり、絵に描いたような転落人生となったようです。その上、お嬢様のお腹の中の子の養育費も払わないといけないそうです。その額2000万。さすがお金持ちの家に生まれるお子様は違いますね。当然、そんじょそこらのサラリーマンで払っていける額ではないため、大きく稼ごうと春馬が選んだ仕事がホストクラブ。顔もトークも並なので、ひたすらヘルプで飲みまくった挙句、肝臓を壊して入院中だとか。休んでないで働け。離婚は早々に成立して、私は新しい生活を満喫しています。最近田中がよく飲みに誘ってくるのですが、あいつもよほど暇なんでしょうね。今日も田中に呼ばれたので、ちょっと行ってきます。